浅場道明です。スクールマーゼット主催の、日本の現在を考える、第3回、のお話をしたいと思います。日本の夏、いじめの夏というふうに題しましたけれども、今年の、夏、まあ、初夏のあたりから6月あたりからですね、去年の1月、11月に大津の、中2の、男子が自殺した。でそれがいじめによるものだということがはっきりしてきた、あたりから各新聞、テレビその他のメディアで、いじめ談義が大いに盛り上がりました。でまあそのあたりのことを、今日はテーマにしたいと思うんですけれども、まずですねこの問題を考えるには、1点、いじめの一番最初に、ループを始めた日本いじめ年というふうに書きましたけれども、こういうふうないじめ談義の盛り上がりというのはですね、おなじみのものになってしまってんですもん。まあ大方の人は気づいていると思いますけれども、今回ですね、ツイッターで、精神科医の斉藤孝先生が書きまして、それが話題となったので、とりあえずそれを題材として、この問題を紹介しますけれども、無策のまま繰り返される、祭りというふうなこのまあ、ツイッターだかブログだかで、斉藤先生が発表した。で毎度毎度反動したように反復される既視感デジャブにいささかめまいが、周期おっと周期はだんだん短くなってますね。マスコミが学校側や教育委員会その他をまず叩き、ネット上では加害者とその家族が特定されて番組並べて晒せる。指揮者が担ぎ出されて、やり返せとかチクレとか、逃げていいんだとか10年一律のご託が並べられ、若者の病理と変質が見てきたように語る。すっかり留飲下げた人々は1ヶ月もすれば報復感情も癒えてまた罰する。被害者支援も加害者対策もこの30年間ほとんど進歩がないのは、不登校対策とかも同様だから驚かないが、無策のまま繰り返される祭りにしか見えない。というようなことを、ネット上で発表して、まあ、結構、話題になったようです。でこれを見てですね、私はですね、別に異論はないんですけれども、結構複雑な気持ちになった。でなんでかと言いますとね、レジュメのね、その、斉藤先生 からの引用の下を見てください。斉藤でこれは内藤ですよ、内藤智夫先生。この人はどこだったかな、明治大学の先生だったかな、今は社会学者で、斉藤孝先生は精神科医でいじめとかそちらの問題もいろいろやってらっしゃるんですけど、内藤先生は社会学者でいじめの問題は、メインレパートリー、としている、先生です。でこの先生が図書新聞、というメディアで、書かれたことですね、いじめ報道祭りへの怒り、似てますねタイトルからしてね、いじめ研究者にとってはああまたかとしか言いようのない、いつもの退屈な心理社会現象、教員が汚い、隠蔽工作をしたり、地域住民や PTA や父母の熱心なグループ中心に学校を守れ、先生を守れと運動し、被害者家族に対する誹謗中傷を巻き散らすこともよくあることで、今回のいじめ報道祭りを見ていて、10年前、20年前と全く変わっていないことに怒りを禁じ得ない。今までのいじめ研究の蓄積は何だったんだ、流行の後に無視され忘れられたのではないか、報道ネタとしての流行は戻ってくると、同じような報道と指揮者のコメントを最初から繰り返す。まあ、これをこう並べてみますと、斉藤先生も内藤先生も精神科医の人も、社会学者の人も同じ嘆きを、今回 のいじめ騒動について思われたんだなと。で、まあ、どちらもまあ最もだなと思われたかもしれない。でもですね、斉藤先生のは今年の今回のです。下の読んだ内藤先生のはですね、これ2006年、今から6年前の、図書新聞に載った文章なんです。でその中身はほとんど変わらないですよね、微妙なニュアンスの違いがある。ってことはこういうふうな何度繰り返したら済むんだっていうコメントそのものが繰り返してる、これ自身がループ、メタループになってるんです。でさらに言いますとね、パラパラと私は昔の新聞縮刷版とかを見てみますと、この2006年の、前にも時々、いじめ談義がポーンと、完結するように吹き上がるわけですけど、特にその前で大きかったのが、その12年前の1994年、大河内清輝君事件、というのがありましたけれども、その時ですね、朝日新聞の、これは社説ですね、社説でですね、いじめ問題が取り上げられた。
その中にですね、まあ、これは何度繰り返したらメインではないですけど、その中にあえて言うが世間の騒ぎ方もまるで10年一律のようだという一文がちゃんと入ってるんです。だからその前でもやっぱり何度繰り返したらっていうのは言われてるんですよ。この10年一律のことを聞いて、まあ慣用句だから別に使っちゃいかんとは言わんけど、斎藤孝先生も使ってますよね、だからこれで3度目のループと、いうことになってしまいます。これは一体何なんだと、うん、まあ、斎藤先生やあの内藤先生となくても、嘆きたくもなりますよね。世間の騒ぎ方、まあ、新聞がこれ言うっていうのは世間とか朝日新聞、朝日新聞の騒ぎ方もってちゃんと言ってほしいと思いますけれども、まあ嘘ではない、世間の中に含めたつもりなんでしょう。で、あの斎藤先生の指揮者が担ぎ出されてっておっしゃってますけど、うん、自分も担ぎ出されてと、いうふうに言ってほしいですけど、まあ言わなくても指揮者の一人でしょうから、まあいいでしょう。こういう状態が状況が あるわけです。で今回ですね、あの朝日新聞はですね、あのいじめられている君に、というふうなコラムをですね、30数人の指揮者に毎回1日1人ずつ書いていただきまして、あの30数人ですから大体まあ1ヶ月ぐらいですね、連載しました。いじめられてる君にのほかにいじめてる君にの方を選んで書かれた人もいます。で傍観者、いじめを見ている君にというので書いた人もいます。だから3種類あるんですね。それはレジュメの付録に私は整理して、まあ、整理って割とアトランダムにバーッと並べただけですけど、簡単にどの人がどういうことを言ったのかっていうのを並べてみました。その上で簡単な採点っていうのをしてみました。まああまりに凡庸堅実から有利してるっていうのがバッテンで、これもちょっとなと、なんだかなが三角で、まあそれらよりはマシが丸、これはまあ指揮者のコメントの中ではずっとマシな方というのを二重丸にしました。で中には最初にバツつけて右に丸つけて、どっちなんだと思うかもしれないけど、基本的にはこれはやっぱり凡庸で、うん、綺麗元でなんだかななんだけど、まあ、一部分ちょっとあのキラッと光るところもあるなというのが×に丸とか三角に2丸とかになっています。それは皆さん後でレジュメの付録を見てください。でそれが出たんですけどね、実はね、あのそのレジュメの付録の方でもちゃんとそっちも、まとめてみましたけれども、さっきの、内藤先生が上の何度ループしたらってコメントをした2006年ですね、首吊り事件、この時でも朝日新聞は同じことやってるんですよ。もう少し少ない29人ぐらいだったかな、指揮者に毎日毎日いじめてる君に、いじめられてる君に、その時は傍観者のいじめを見てる君にはなかった、どっちかを選んでもらって、短いコラムというかエッセイを書いてもらうというのをやってるんです。これも、まあ、それはもちろん朝日新聞は知ってる上でまたやろうでやったんでしょうけど、これも繰り返してるわけです。その2つを比べてみますとね、これは付録の方を見てほしいですけど、ちょこっと変化がないではないです。学校なんて、生きる死ぬに比べれば、大したことはないんだから、逃げちゃえ、登校拒否で逃げちゃえっていうような、コメントが前よりちょっと、増えてます。でもね、これがちょっとした変化かなって一瞬思ったんですけど、たまたまですね、これはね、なんでかって言いますと、さっきのこの2回のさらに前の1994年のいじめ談義の大きな盛り上がり、岡地京太君事件の、時、その90年代の盛り上がりの時を見ますと、朝日新聞は何でしたかね、この鎌田聡先生ですか、の秘書さんか、ジャーナリストの、鎌田聡先生に一文を寄せてもらってる。その時は20何人とか30人とかの人たちに寄せてもらったことはしてません。一人、鎌田先生に特別に書いてもらった。その中で、その辺の言い草、言い草すちゃ悪いですけれども、とっくに出てるんですね。自分の好きなものを見つけて、そっちに没頭しろとか、学校なんて究極なものじゃないとか、鎌田先生は全部その短い血ものが全部言ってるんです。で、同じ時に、浅田明先生にもその時に別 の企画でコメントを頼っている。浅田先生もいろいろ言ってますけど、その辺のこともちゃんと言ってるわけです。だからもうこれは本当に20年前から言われてるんですね。その前、というのも少しは見てますけど、その前はさすがにそれらがメインにはなってない。でも芽生えは方がわかります。
ですからそのあたりから見てもあの10年1年数まさに、ということになってしまうわけです。それではですね、そういうふうな繰り返しっていうのは、受け止めればいいのか、どうにもならないのか、一歩でも二歩でも何か違うあの抜け出し方みたいなのがあるのかと、いうふうなことを皆さん念頭に置いてこれからの話を聞いてほしいと思うんですけども、10年一律今回も変わらず言われたこと、あのこと、そう好きなことを見つけろとか逃げろっていうのもだいぶもう虚しいですけど、まだマシです。もっと普通に言われてでちょっとだけ考えればなんだそれはとしか思えないものっていう一つ二つ挙げてみますとね、いじめてる連中にね、いじめられてるやつの痛みを分かれ、いじめられてる人がどんなに辛いかってことを知れということをね言う人がいるんだよね。でこれってとてつもなくナンセンスっていうか、じゃないですか。1994年の時 の, あのいじめ談義の記事の中で、教師とかが自分たちもそういうふうな指導をしてるけど、いじめてる連中には全然通じない。でもね、全然通じないとは思うけれども、それはいじめる連中、加害者の連中がいじめられてる人間の痛みや辛さが分かんないからじゃないんですよ。誰よりも知ってるんですよ。誰よりも知ってる。いじめられてるやつより毎日は知ってるかもしれない。だからいじめるんでしょ。さもなきゃいじめ楽しくないでしょ。そういうことが楽しいのかっていうのは楽しくない人もいるでしょうけれども、彼らはそれが楽しいんだ。だったらいじめられる側はあいつらは何考えてるか分かんないし、いくらいじめたって何も感じないよな。だったらいじめてもつまんないでしょ。いじめられてる方がすごい辛い目に痛い目に合わせられるから楽しいからいじめてるじゃないですか。ですから痛み分かれとか彼らの辛さや悲しみを知れっていうのは何を言いたいんだろうかと私なんかは思ってしまいます。あるいはもう一つはいじめられてる側に言うねメッセージでね、きっと分かってくれる人がいる、誰かに話せばきっと通じるってこれですね。通じる通じねえよって言いたいわけじゃないです。通じない場合もすごく多いと思うけど、通じたとしてもこのメッセージってのはやっぱり何言ってんだろうっていうふうに私は思います。どうしてかっていうのはこれはこれからの私の話を、聞いてください。一言で言えないっていうか今日の大きなテーマの一つですから、だからそれはちょっと宿題にしておきますけど、で今先走った形で今の2つ の, 指揮者というのコメントの中で一番よく見られるけど一番しょうもないものっていうのに対して私の方の答えっていうのを出してきますと、こういうふうな凡庸なねよく言われるけどちょっとなっていうのはひっくり返してみるといい、ひっくり返したら答えが正しいかどうかともかくひっくり返してみると少なくとも試作は深まります。さっきのねいじめられてる側の痛みや悲しみや辛さをあんたたちは分かってんのか、ちゃんと分かれ、想像力を持てっていうふうなくだらない言い草に対しては逆に言う、お前ら分かってんの、いじめられてる側って何考えてるか分かんないぞ、いじめられてる側がどんなに辛いかどんなに痛いかって知ってるからお前ら面白がってこれでもかこれでもかってやってんだろう、でもあいつら辛がって痛がってるだけじゃねえかもしれない、何考えてるか分かんねえと分かるぞ、あんな下手でしょうもねえバシキだけどさ人間だからさ分かんねえぞ、私だったら例えばこういう、これ解決するとは全然思いませんけど、さっき の, 当たり前の言葉というのの言語空間にちょっとひびが入っていませんか。あるいは誰か分かってくれる人がいるから諦めるなとか、とにかく声を上げよう聞いてくれる人がいる、大人はみんな逃げようとして、無視して見ようとしないけどでも分かってくれる大人もいる、そういうふうなさっきの演説ですね。これも私は同じようにしょうもないと思う。じゃあこれを裏返したらどうだろうか。誰も分かってくれないよ、あんたがどんなふうに思ってもどんなに同情かっても死んで、同情を引こうとしたって、誰も分かってくれないよ。でほとんどの人はそういうところを見せてるんだよ、というのがもう一つの裏返し答えですね。でこれで解決かどうか知らんですけど、これも問題領域っていうのを、一つランク上げるということはできると思います。これはちょっと気の早い結論でして、その辺に至る細かいところをこれから話していきたいと思います。
一命談義、いじめについて の, あの議論には今言ったようなあの本当にしょうもない、コメント意見みたいのっていうのが一番多いんですけど、これはどんな問題でもそうですね、そうじゃない、見識っていうのもあることはあります。少数だけではあります。でその中でこれはっていうのをいくつか、紹介します。つまり、数年おき10年おきだからに繰り返せるいじめ談義の中の一番の頂点ですね、あの取るべき、ピークのところ、それをいくつか、紹介します。まずはですね、中井久夫先生のいじめの政治学というエッセイです。これは名文ですね。アリアドネからの意図というこの中井先生のエッセイ集の巻頭を飾ってます。そんな長くありません、10ページちょっとぐらいですから、中身は濃いからさらっとあっという間に読めるとは言えませんけれども、まあ、短いから読むに苦労はありません。機会のある方は、ぜひ読んでいただきたいと思います。1997年、直接には何がきっかけかちょっと私はこれ確認してませんけれども、さっきの1994年の大川地京セレクト自殺事件、何か の, あの影響はあるでしょうね。これを中井先生が書いています。で先ほど名前を出しました斉藤玉城先生、内藤浅尾先生などもあのこのいじめの政治学っていうのは基本中の基本だ、いじめ談義をするならまずこれくらいはちゃんと読んでくれというふうにあの言ってます。でこれの中で中井先生はあの何を言ってるのか、でまず自分のいじめられ体験、の話とかもあのしてます。でこの時、内藤先生はもう堂々たる大家で、まあ、60いくつでいらっしゃるんですけど、今でも全然リアリティを失っていない、あの痛みというのは全く風化してないというふうに言ってます。まあそういう人もいるでしょうけど、というかそういう人は結構多いんじゃないかと思うけど、中井先生が言うと迫力がありますね。もちろん中井先生は自殺なんかしなかったから、生きてらしてこういう文章を書くわけです。でただ大人になって老人になるまで生きてたってわけじゃないですよ。あの日本の精神科精神医学の中で巨大な足跡を残した人です。実際の臨床の医療の方でも、あるいは哲学的歴史的なあの精神病とは何かというふうなことについての考察によると、でそういうふうなあの臨床医療臨床理論両方とも業績があるというだけではなくて、あの阪神・淡路大震災の後ではあの災害におけるトラウマ現象ですね、PTSD ですか、でそれに対する大々的な対策 の, あの中心人物になって、救済に動いたあの人です。そういうふうな社会的にも大きなあの業績を残しています。で趣味の方でもあのソンジェソバの知識にじゃありません、ラテン語ギリシャ語を読みこなしてギリシャの、詩について の, あの翻訳、なんかもあります。これアリアドネからの意図の中にちょこっと載ってますけどね、まあ、それがどれくらいのいいあのいい翻訳がいい訳なのかこっちは評価するだけの能力はありませんけれども、まあ、そういうふうな今の日本を代表する第一知識人です。その人が60いくつになって小学校の時のいじめのその時の痛みって未だに全然風化してないって震えが伝わってくるような形で書くわけですね。それ辺から始まるってだけでなかなか迫力あります。この人がいじめられたのは戦時中です。戦時中の疎開ですね、学童疎開、都会の子供がみんな空襲を避けるために田舎の農村とかで集団生活をさせられた。でそういうところでは、まあ、閉鎖的な集団生活で食べ物もないというふうな状態の中で、日本中で凄まじいいじめが起こったわけです。で当時はいじめなんて言葉はありませんけどね、お互い同士のいじめもあるし、農村の子供による都会の子供へのいじめっていうのも凄まじかったです。まあ、あのそういうのは戦時中とかそういうところだとね、こういうふうな後に知識人になるような子供なんていうかいじめられる以外ないんですけどね、筒井康隆という人にあの乱調文学大辞典というのがありますけれども、その中に何だったかな、戦中派って項目があって、あの従軍派兵隊に捕らえた人、それ兵隊に捕らえた人は何だっけな、あの上官、先輩にいじめられた、学童疎開派、農村の子供に、いじめられた、学童疎開派は上級生にいじめられたかな、縁故疎開派、親の親戚とかので疎開した人、それは農村の子供にいじめられた。とにかく戦中派で今作家になった連中いっぱいいるんだけど、どのタイプも全部何かにいじめられてるという、そういうオチになってましたけれども、あのこれはギャグではなくて実感でしょう。であの中井久夫先生もあのその一人の方です。まあ、ついでに言いますと、あの小林信彦先生と言いますけれども、あの人の東京少年とか、そういうふうな小説では、あの彼小
小林信彦、作家の小林信彦先生は学童疎開も縁故疎開も両方体験してるんですね。自分の体験を書かれています。その辺を読めば状況はある程度分かるんじゃないかと思います。そういうふうな体験を書きながら中井先生はですね、自分のその体験を普遍化します。で現在 の自殺に至る、昭和平成、まあ、平成の現在のいじめですね。でそれにも両方に通じる普遍的な理論というのをここに提示します。でその理論の、見事なところというのは、このタイトルはいじめの政治学ですね。いじめを政治的な問題として捉えています。政治的な問題とはどういうことかというと、権力っていうのがポイントになると、ここですね。端的にこの中井先生はなぜいじめの加害者っていうのはいじめたいのか、好んでいじめをするのかと、言いますと、それはですね、権力欲である、自分の権力欲を満たしたいからなんだと端的に言います。全てこれで言い尽くせるかともかく、基本の基本をビシッと捉えてますね。ここがまずこのエッセイのすごいところです。で権力欲とは何かということをここで説明しますと、人がね、他の人を自由に動かす、その動かされる側、まあ、非支配者ですね、非支配者の意に反して動かす、やりたくないことを強要してやらせるとか、あるいはやりたいことを、やらせないとかいうふうに、こちらの思うがままに、その意思を抑えて動かす、これができるのが権力という力です。国家権力っていうのはそういうことをしますね。払いたくもないのに税金を取る、行きたくもないのに戦争に行かされる、いろいろありますね。あれしちゃこれいけない、これしちゃいけないと法律作ってやりますね。それができるっていうのは権力とかです。同じ人間なのに片方がもう片方にそれを強要することができるのは権力があるからです。でこの権力が欲しい、ある程度得られたらもっと欲しい、もっともっと欲しい、それが権力欲、権力への欲望ってやつです。でいじめる側はいじめられる側をどんどんいじめて言いなりにさせていくってことで、まあ、パシブにしたり、万引き強要したり、そろそろ死んじまえよというふうなことで、自殺までさせる、自殺の練習から本当の自殺までさせる、これまさに権力欲というを満たすってことだったら、最高ですね。でそれがいじめのポイントなんです。こういうふうに言います。そこで、いろんな人間の欲望の中での権力欲の特徴、みたいなことにも中井先生はちゃんと言及しています。食欲とか性欲とかいろんな欲望が人間にはあります。でもそれらはですね、満腹したらそれ以上食べられないからそこで終わり、性欲はどこで終わるのか知りませんけれども、それなりの終わりがありますね。まあ、しばらくするとまた起こってきますけど、それは食欲も性欲も同じ、とりあえずいっぱいになる、お腹いっぱいって状態があるわけです。でも権力欲はそれがない。ある人間をその生死までも握って、その気になれば死ねって言えば死ぬ、そこまで持っていく。終わりじゃないか。そうじゃないですね。次はもう一人かもう二三人をそういうふうな自分の言いなりにできたらもっといいな。でさらに言うと何十人、何百人。ってことになって、独裁者になりたいなというところまで、平気で駆け上がっています。もうキリがないわけですね。でそういうようなところが違うんだと言います。まあ、食欲や性欲でも美味しいもの食べて吐いてまた食べるってローマの貴族とかいたじゃん。あれは本当に美味しくて食べてんじゃなくて、そんなにうまいもん平気で食べて吐いてもいいぐらい俺はすごいんだぞ、とかね、ハーレム持てるぐらい俺はすごい皇帝なんだぞというふうな権力欲の形を、権力欲が性欲や、食欲の形を取ったんだと中井先生は言います。なるほどと一応思いますね。でそこで、中井先生はその基本の基本を確認した上でいじめのメカニズム、というのを分析していきます。で孤立化、無力化、透明化というふうな3段階を中井先生は取っています。まあ、今日は中井先生のこの文章を徹底解読するというわけではないですから、ちょっと端折りまして、まず孤立化の話をして、次の無力化と透明化っていうのは中井先生的には区別する意味は大いにあるようだけど、私としては一続きのもんだなというふうに思うので、私は2段階で説明したいと思います。端折った場合はこっちでも分かりやすい。でまず孤立化ですね。でこの孤立化っていうことをに注目して、これを説明しようとした、これも中井先生はさすがですね、すごいですね。
さっきのいじめとは権力欲の問題であるってまず第一のすごいところ、次にこの孤立化の問題をまず、最初の段階としてしっかり押さえた、ここが次のすごいところです。この人でどういうことかっていうと、いじめるの加害者が被害者をいじめていく一番最初の段階にですね、まずぶん殴るとか、まず何か物を隠すとか、まず悪口罵倒をひたすら言う、そういうことも増すんでしょうけど、一番最初の段階はそれと同時に、あるいはそれに先立ってやらなきゃなんないことっていうのがあるんです。でそれはいわば根回しですね、いじめの根回しですね。それが孤立化っていうか、そこでやることが孤立化です。孤立化のための根回し、どういうことかっていうと、いじめられる被害者ターゲットですね、でこいつがこいつはいじめられても当然だよと、あいつならしょうがないよねというふうに、第三者に思わせる、いじめる側でもいじめられる側でもなく、クラスの普通の他の人たち、さっきの3分の1だったらいじめを見てる、傍観者になるような人たち、その連中にあいつだったらまあしょうがないなと、いじめられていいとまでは思わないけどやめろよっていうふうにこっちは介入する気にはなれないよねと、ようなやつだよねというふうに、初めからそういうやつがいるならそんな根回しいらないでしょ、あいつクラスの中で初めから露骨じゃないけど何となくはぶられてる、じゃあ誰も向こうの見方をしないなといいでしょう。でもまだそこまでいかないなだったらちょっと根回しの地ならししとく必要がある、まあなんとなくあいつって何かずれてんだよなとか、この前ちょっとあいつのおかげでみんなねちょっと痛かったよなというふうなことを、なんだかんだって感じで言って意識的無意識的にやることによって、孤立化を図っていく、これですね、これは基本です。これやらないと確かにいじめっていうのは継続してエスカレートさせていけません。地盤固めをしないと、後で崩れていっちゃいます。でこれはですね、進んでいくと、教師、さらには、親、そういうのまでも巻き込む、それ教師や親までもまあ確かにちょっとあいつは問題あることあるんだよなというふうに思わせれば締めたものです。それがこの、孤立化ですね、これがすごく重要なんだってことがいじめ談義のほとんどからはすっぽりと抜け落ちてます。そうするといじめに対する解決法とか、いじめに対する、ブレーキのかけ方とか、その辺も全部上滑りして無効になるか、かえって助長することになっちゃいます。でこれは今回の大津の中2、男児自殺事件のことに関してもはっきりと、データとして出てますね、これが行われたことが。週刊文春が7月 の半ばぐらいに出た号で、いじめを特集してますけれども、いろいろな同級生とかに取材した中で、その被害者 の男児がですね、いつものいじめられてる連中 のパシリンだって言いないんだって。でも時には他の別にいじめたりなんかしない普通の同じようなおとなしい友達と同級生と一緒に行動しようとしたことがあった、そしたらその加害者の側が強引に、腕引っ張って力ずくでお前はこっちやろというふうに、引っ張ったというふうに思います。でこれですね、これが、まあ、これかなり露骨な孤立化で、こんな露骨なことやらないでもっとなんとなく孤立させるって方がうまいんだよと思うけれども、はっきりと見てますね。逆に言うと向こうと仲良くなられたらいじめる側は困っちゃうわけです、いじめの効果なくなってきますから。これはいじめの問題が起こっていろんなその取材してとか捜査とかでデータが出るとどっかでこれはチラッチラッと出ますね。94年の大勝協定軍事件の時には朝日新聞で地元の記者がですね、地方地元の記者が、地方局の記者がですね、いじめられてお金を取られてまくってたけれども、でもそういうふうな加害者の側が彼にとっては友達だった、最後まで友達だったというふうに書いています。で逆に言うと他に友達がいなかったってことです。いなかったんじゃなくて、まあ、いなかったのかもしれないけど場合によってはいなくさせられたのかもしれません。この2つはほとんど同時進行ですからね。でそれにですね、大津の事件の後日本中のいろんないじめ問題、自殺したのもそこまではいかなかったのも大きく、あっちこっちで浮上しましたけれども、その中でですね、どこでしたっけ、兵庫だかどこだかでね、仙台かなんかの私立中学私立高校で、根性焼きを
族とかが根性焼きって自分で根性強いために火で焼いてやりますね、うん、あれを強制的にやらされた、強制的にやらされながら、いや俺は自分でやったんだと、悪だから自分でやったんだというふうに言わされてた。でそれで、まあ、お金も取られたしボロボロにされた。でこれは自殺までいかなかったんですけど、それが浮上して問題になりました。でその記事の中でも友達がいなくなるのが怖いからやられたとは言い出せなかった。だから自分で根性焼き最高って言ってやって自分で動画を出したんだというふうに言わされた。その原因は友達がいなくなるのが怖かったかというふうに言っています。これもはっきり表れてますね。つまり友達他にいないってことがないだろう、いっぱいいるじゃん、その気になれば、ってことは逆に言うと孤立化させられて、その加害者グループ以外には友達がいなくなるようにさせられてた、あるいはいないようなやつが狙われたということになるんです。でこれがこの孤立化ですね。これは極めて重要です。でこれがないとですね、次の段階いけないわけですよ。でこれで孤立化させられちゃうとですね、もうあとは結構やりたい放題です。なんでかっていうと、いじめられてる側というのは、付き合う相手、日々交流する相手っていうのはいじめる側しかいなくなります。だからいじめる側はほぼ、毎日いじめられる側と接触して好きにできるわけです。で次に無力化、透明化っていうのが行われる。でこれはどういうことかっていうふうに言いますとですね、さっき、これはいじめの政治学だっていうふうに、だから政治学でいう権力理論っていうのを、当てはめると、これは非常に分かりやすくなります。政治学の方では支配服従関係の内面化とか、権力の倫理化、正当化なんて言われることがここで加害者と被害者の間で行われるわけです。どういうことかって言いますと、独裁者ね、北朝鮮とかチャイナとかの一党独裁国家の中に独裁者とか独裁政党がいる。で膨大な国民がそのもとに、ひれ伏しているというか、そのもとで、抑圧されているというふうに言われますね。まあそうなんでしょうけど、でそこのいう国民というのは行動の自由っていうのも、制限されている。チャイナでデモを大いにやってますけど、反日デモしかやっちゃいない。それ以外のデモやったらたちまちもう何されるか分かるんですね。やっちゃいけないこといっぱいある。で言っちゃいけないこともいっぱいある。ノーベル賞を取っても言っちゃいけないことっていうのは絶対あるいっぱいある。何言ったら何されるか分かんないということになっちゃいます。でなんでみんなおとなしくしてるのか、なんでみんな黙ってるのか、ということですけど、なんででしょうね。秘密警察が、国中に網を張り巡らしてるから、でしょうかね。まあ、旧ソ連とかだったら KGB とかいろいろありましたね。そうですか。まあ、一応それもあります。でもね、旧ソ連やチャイナや北朝鮮の秘密警察といえども、一人一人の朝から晩まで完全監視してるわけではないでしょう。相当恐ろしいでしょうけど、そこまでではないでしょう。だから秘密警察っていうのは一応基本的にありますけど、それだけじゃないんですよ。じゃあ次は何なの。もっと徹底的に支配して何もできず、何も言えないようにされてるのか、さらに言うと何も考えられないようにされてるのか。でそこで、いや秘密警察だけじゃなくて、お互い同士密告し合ってる。普通の人たちでも絶えず監視し密告し合うようになってるんだ。文化大革命の時はチャイナでは、親兄弟までが密告して、吊るし上げをした。自分は可愛さのためにやったということです。それもなるほどですね。それは確かに秘密警察よりももっと怖いですね。でも、それでもまだなんですよ。北朝鮮やチャイナではそういうふうな身内密告っていうようなものはもう浸透してるみたいですけれども、それでもまだなんです。じゃあどこまでいけばそういうふうな独裁国家における人間支配っていうのが完全完成するのかというふうに言いますと、それはですね、自分で自分を監視できるようにするよ。みんなが自分で自分を監視してくれる。秘密警察の目、監視カメラの目、近所の目、他人の目、その究極には権力の目というのが自分の心の中にあって、それが自分を絶えずチェックしてる。だから人間がここにあるとして、他人がこう見張ってる、権力がこう見張ってるというのは、今まで話したことだとすると、そうじゃなくてですね、本人の中に
絶えず見張っている目が、絶えず忠告する、絶えず監視する、秘密警察が自分の中にいる、そうですね、自分が自分を絶えず見張って、そんなことしちゃいけないよ、そんなこと言っていいの、そんなことを考えるってお前ひょっとして何と、いうふうに、ここまでいかない、これがこの支配服従関係という外的なものが自分の中にこういうふうに入り込んだわけですから、支配服従関係が内面化するということです。これですね、ここまでいかなきゃいけない。で、独裁国家っていうのは大体そこまでいけばある程度安定します。いじめの場合も、いじめの加害者側が徹底的に自分の権力欲を満足させたければ、この段階までいかなきゃいけません。どうすればいいかというと、そのいじめられる側に、お前そんなことしていいのというふうな形で、いろいろ難題を振りかけたり、文句言ったりする。で、逆らうと、ぶん殴ったり、ぶん殴る、ボコで殴る、蹴るをやって、制裁を加える。でもそれはまだ、この外的な段階なんです。で、そのうちに、いじめられる側が何もしなくても、いきなり、お前そんなことしていいのってぶん殴る。覚えが何にもない、何したって言うんだよ。お前がこっち変な目で見たよと。お前そんな目してない、してないけど心の中で考えたら、俺のことムカつくってお前思っただろ、今思っただろ、思わないわけないですからね、人間で自分のやつどっかでね、思ってないよって口で言っても、いや分かるよって言われたら、あ、俺全部見抜かれてんのかなと思われちゃいます、そういうのをほとんど時と場合というのをデタラメにしてランダム攻撃を、そうするといつの間にか自分で、あ、いつやられるか分かんない、あ、俺は今あ抵抗速度考えてな、そんなこと考えてまずいよ、また怒られるということで、勝手に自分で自分を縛ってくれます。で、そうするといじめる側っていうのは、いくらなんでも同じクラスとかで休み時間とか常につきっきりで、これすごくこうの真似をして相手をいじめたり、窓際でお前国家飛ぶようなやってたりするから、昼休みもそれをやる、放課後もやるっつって、24時間は無理でしょう、家には帰るでしょう、で授業中は無理でしょう、でも授業中も家で帰っても、いつの間にか彼の中にはいじめる加害者がドンといます。絶えず見て、あ、こういうこと言っちゃいけないかもしれない、あ、こんなことやってたら、これが完成形態です。それが中井先生の言う無力化透明化のプロセスですね。で、この支配服従関係が内面化した時の、自分で自分を監視して、自分で自分にあれするなこれするなっていう自分っていうのは、これはスーパーエゴなんていうふうにフロイトなんかは言いますね。つまり自分の中にはいる道徳心みたいなものです、あるいは宗教心という真面目に生きようって人間、真面目に生きよう、正しく生きようって人間、どっかで思ってる、だから自分で、あ、こんなことしちゃまずいよな、でもちょっとはいいかななんて感じでいつも考えてるでしょ。で、宗教をね、真面目に信じてる、経験に信じてる人なんていうのは、あ、俺今神様の掟に背いてるな、あ、このことやっちゃいけないななんて思う。それは自分の中に神様、自分の中に道徳心がある。そこのところに独裁者がポンと居座る、加害者がポンと居座る。そうすればもうなすがままなわけです。だから支配服従関係の内面化というのは、権力の倫理化、正当化っていうのがあります。つまり権力、このいじめの場合は加害者の倫理化、正当化です。加害者が行動規範になっちゃう、正しい、間違っての規範になっちゃう。そうすればもう締めたものになるわけです、だからですね、あとでもちょっと言いますけれども、いい子、いじめられる前までは先生の言うことをよく聞くとか、あるいは友達同士の間でも人に優しくしてよく助け合う、真面目ないい子、そういう子ほどいじめられる側になると、一番どつぼに追い詰められやすくて、自殺するのも大体そういうふうなタイプだと言われます。で、それはですね、規範に従う自分の中の道徳心とか、日本は宗教はあまりないけど、外国だったら宗教心とかにちゃんと従う、そういうタイプだからですよ。で、そこにポコンと乗っちゃうと、もう逃げ場が完全になくなっちゃうんです。じゃあそうじゃないタイプってどんなのかっていうと、まあ、それは真面目な中じゃないといけない時ってあるけどさとか、それは経験な人ってのは立派だけどさ、世の中やっぱりいろいろあんじゃんっていう感じで、適当にやってるやつ、そういうのの場合はいじめられる側になったって、少しは下回るかもしれないけど、なんでばっかおかしいとか、あいつの前の前だけどちょっとカッコつけて一応言うなりになってやろうっていうのがあるから、なかなかストレートに全部がスポッとはまってきません。
だからそういうやつは面白くないから、あんまりいじめの対象にしないでしょう。というわけで、この支配服従関係の内面化っていう、政治権力論の問題っていうのがそのままいじめに、当てはまるということになるわけです。で、いじめられる側のある自分っていうのをどんどん崩していきます。だからいじめられる側はどんどんいじめられてながら、でも俺は人をいじめたりしない、人を加害者になったりはしないっていうのに最後のプライドをかけて自分を保ってるわけです。で、そうするといじめる側は巧みに今度遊びに行こうぜとか言って、さらに弱いやつを連れてきて、あいつ弱っちょろいよなと、お前でもやれるだろうと、ぶん殴れよと、いうふうな感じで、あいつと喧嘩して殴ってみろと、いうふうな感じで、いうことを聞かせる。そうするといつの間にか彼は加害者にもされちゃったわけです。被害者で悪いことしてない、人を痛めつけてないってくらいにもこれでもろくも崩壊します。そういうふうにいくらでも潰していくことができるわけですね。その辺の無力化、透明化のプロセスで実例っていうのも端的ですけど、中井先生は短いですからいっぱい出しています。例えばお金を奪う、何万円、場合によっては何千万円とか取られたりありますね。でそれはですね、いじめる側が金が欲しいからか、その金で遊びたいからか、まあ、それもあるでしょうけど、最初はそれが主目的ではありません。いじめられる側を無力化する、苦労して親の金を持ってこさせる、それでもう親に対しても引け目ができてしまって、自分は悪い子だと思ってプライドをズタズタにする。でその上で取った金っていうのはどうするかっていうと、あっという間に使ってしまう。それでお前は散々苦労したけど、俺にとってはそんなの何でもねえんだよというふうに見せる。場合によっては目の前で万札一本燃やしてみせる。お前は散々苦労したけど、お前の苦労なんてこの程度のもんなんだよ。そういうふうな無力化、透明化のプロセスを中井先生は、延々と描きます。まあ、非常にこれ端的で鋭いですね。でそれでですね、そういうふうに、なっていく。でそこで次に重要なのはですね、そういうふうになった時にいじめられたこの子はプライドが完全になくなるかっていうと、完全になくなりはしません。でこういう子っていうのは今言ったようにいい子です。基本的に真面目な子です。だから倫理的です。で最後の自分で守る倫理、これで自分を守ろうという倫理は、いじめられている自分を認めようとしないってことです。まあ、これは真面目じゃなくても、いじめられているパシリの自分なんて誰も認めたくないですね。こういうふうな被害者だってそうです。だから第三者に、第三者は教師とか親とかですね、にお前いじめられてんじゃないかと、お前なんでこんな金取ってくんだ、お前万引きはするやつじゃないだろうとかいうふうに言われても、いじめられてなんか全然いない、いや俺もちょっと悪なとこあるんだというような感じで懸命に自分のいじめを隠蔽しようとします。このメカニズムっていうのはなかなかわからない。だから指揮者のコメントとかでも、別に卑怯者じゃないから、チクってもいいんだよと、いうようなコメントを言う人がいっぱいいます。一応論理はそうです。でもそれはやっぱりいじめられる側の最後のプライド、人間としての最後の最後の最後に残したプライドっていうのが分かってね。でそれを言われるのが彼らと彼女にとっては一番屈辱なんです。だから彼ら彼女らは絶対にこれは言いません。だから家でも絶対語らないし、教師がどんなにやり方をして、他に絶対言わないからというふうに接近しても言いません。それはいじめの側にいつの間にか漏れて、もっといじめられる、もっと怒られるが怖いっていうのもあるでしょう。もうそれ以前の問題なんです。自分が許せないんです。自分が、逃げる自分、チクる自分、誰かに大人に頼る自分っていうのを許せない。最後の最後はいじめる側にここまで惨めな思いをさせられても、俺は俺だぞっていうのをそこにかけてます。そこを突き崩すことをしろって言うんですよね。頑張ってチクれ、相談をしようっていうふうに言ってる人たちっていうのはどれだけ残酷なことをしてるか分かりますか。まあ、これはなかなか分かりにくいけど、ここを分からなければいじめの問題は、いじめ論には一歩も二歩も進まないんです。今回もいろいろ今回もあるいは今までの何度かのいじめ談義の盛り上げの中でも、その辺がはっきり分かるデータっていうのはちょこっとだけ出てきます。94年に朝日新聞が、家で家で悩んで絶対語らない子どもたちっていうタイトルの記事を載せたことがあった。でそれで親がどうやらいじめらしいってことが分かって、で学校の先生とか相談して、いろいろ指導してもらって、なんとか出したと思ってた。で親は自分たちがよくやったと思ってた、親父さんとか。
で子供もあのなんとかなったよと、今度のクラスはすごくいいよと。でも実はそうなってからいじめはひどくなったんですね。この子は別に自殺とかしなくていずれは逃れたんですけど、一番ひどかったのは実はそこからの1ヶ月間だったということに、親も教師もあこれで見事に解決したと思ってた。そこからがひどかったっていう、だから結局このいじめられてるその子は何にも言ってなかったんです。でむしろそこで変なふうに介入してことをひどくした親も教師をとことん恨んでたというふうな記事があります。これも非常によくわかりますね。最後のプライドが問題になっています。あるいは今回ですね、日経新聞の夕刊で、一回じゃなかったな、夕刊かな、ちょこっとあった記事ですけれども、これも親がいや教師がどういうふうに知ればいいか、なかなか知るのは難しいという記事なんだけど、ある時ちらっと学校行くの嫌だよって言ったと同時に、ねえ父さん転勤しないのって言った、なんとなく言った。で別に確かになんか嫌そうではあったんだけど、そんなに暗くも追い詰められてもいない感じだった。明るくそういうふうに言った。えって言ったら次の日自殺しちゃったと。そういうのがあります。これもすっごくよく私なんか分かりますね。でどうしてなのかっていうと、まあプライドがあるから親とか教師は絶対言わない。それをチラッとでも明るくチラッとでも漏らしたっていうだけでもう本当に死ぬ間際だったんだなっていうのが一つと、このねいつ転勤するのってこれですよね。で引っ越したいとか転校したいじゃないんですよ。引っ越したいとか転校したいだったらこれは逃げてるってことになります。これは絶対言いません。もうみんないじめられ子は最後のプライドをかけて俺はチクらない、ここまで来てもチクらない、これここまで来ても頼らない、これここまで人も逃げないよ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだってのがとどまってる、これって最後のプライドをかけてます。だからここで父親の転勤ってことを言ったっていうのは自分に責任ないでしょ。だから親父がここでちょうど転勤してくれればいいなと、俺は逃げたことにならないからなと、そこですね。でもこれはもう最後のサインで次の日自殺しちゃったということです。このプライドの問題ね、彼らのプライドがどういう構造になってどういう形で追い詰められて、どこで踏みとどまってるのか、それが分かんないと前には全然いかないでしょうね。ですからね、そういうことを踏まえると、さっき斉藤先生や内藤先生が言ったように、いじめで自殺問題がわっと祭りのようにメディアで盛り上がるとね、いじめバーニング炎上が起こると、なんで気づかなかったのか、なんで教師が気づかなかったのか、担任は気づかなかったのか、親は何してたんだって言います。で気づくわけないんですよ。一番気づいてほしくないのは被害者なんだ。でしかもそれを気づけとか言えとか、ちくれとか勇気を出せとか、どれだけ残酷かってことっていうのはまず我々は知っておかなきゃいけないですね。で、今回 の朝日新聞の夕刊に載った記事で、9月1日、探偵を雇っていじめ調査をする親がいるって記事がありました。これは極めて興味深かった。でどこが興味深かったっていうと、そこプロの私立探偵がそこで言ってるのが、いじめ調査は他の調査より時間がかかり難しいって、プロがもう頭抱えてるような感じの記事だったんです。で現場が周りから見えない、被害者自身の協力も欠かせない、で被害者自身は絶対協力しませんよね。だから本当に難しいって言ってるんです。でその中で成功した例として、IC レコーダーを、そのいじめられてる子の、ポケットの中に潜ませた。でそうしたら、他の誰もいないところで、金取られたり裸にされて、写真撮られたりっていうのが、はっきり録音に残ってたから、やっとそれで証拠が取れたと。これは非常にうまいですね。っていうか逆にここまでしないと、掴むことできないわけです。で IC レコーダーとか入れてそれいじめの側にバレるんじゃないかと、バレることもあるんですけど、私はこれは有効だと思います。なんでかっていうと、いじめられる側もそこでひたすらくっついて密着されて、ぶん殴られたり、お前変なことしたらどうなるか分かってるよなと言ったり、お前万引きぐらい簡単にできるような、しなかったらどうなのというふうな感じでやってて、いつの間にか親も他の、クラスメートも先生も全部円形に遠のいちゃって、いじめる側の声と顔しか見えなくなっちゃう、世界の全てを占めるようになっちゃう。どこに行っても老化治療で来る場合、親がオーストラリア旅行とか連れてきましたね、途中でね、でも全然休養になってなかったというのがあります。でこれはよくわかりますね。小学校4年でいじめられた時に、私は夏とか親に何度も海水浴場に連れてかれたはずです。その時の記憶っていうのは、
どんよりと曇った海の上の雲がどんよりと曇った真っ暗な海水浴場ばっかりですね。そんなことないでしょう。だってそんな日に海水浴するわけないじゃないですか。青い空が晴れてたはずですよ。でもそんなのは見えないんです。エチベル川のお前これとこれやれよなと、やんなかったらどうなるか、何日までにやれよなと、こういうのを延々とやられてましたから、もしやんないんだったらまあ約束守る子だぞと、約束守らない子だぞ。その時の担任の先生がですね、約束はちゃんと守らなきゃいけないっていうのをいつも教える先生だったんです。その先生は一生許しませんね。本人に罪はないけど、そういうメカニズムは分かんなかったってだけでね。まあいいんですけど、そういうね、状態になった時に、でもね、これはね、いじめの側の弱点にもなるかもしれない。大人でこういうふうないじめを巧みにやりながら世を送っていく人がいます。そういうのは相当下側で怖いから、そういう連中を IC レコーダーぐらい見つけるかもしれないけど、子供の場合はですね、エスカレートするしていけばしていくほど、こいつは完全に俺の言いなりになるんだ、でしかも他の第三者には絶対バレないんだ、チクるなんてことはこいつには絶対できない、絶対できない、そう思ったんです。実際そうです。だからそこに第三者が IC レコーダーを勧誘してくるっていうのは想定が相当想定外のはずですよ。実際かなり教師とか親とかお前いじめとかやってるみたいだけどちょっとやりすぎてんじゃないのとか、来たんなら警戒し始めるけど、そうじゃない時にいきなり IC レコーダーとかやったらこれは全く想定外だから、かなり気づかない可能性が高いと思います。やり口としてはなかなかうまいですね、これね。でも逆に言うとそこまでやんないといじめっていうのは透明になっちゃってて、その姿を表さないってことです。それはね、北朝鮮にいる人、場合によっては脱北者まで含めてキム・ジョンイルって人どう思いますか、キム・イルソンって人どう思いますか、そりゃ空に輝く私たちの民族の太陽ですと思わずに言って、しかもここの倉庫から言うでしょう。それと同じです。それくらい透明化されちゃうんです、一夜に服従関係。ですね、そういうふうなメカニズムをちゃんと書いた、だからいろんなこと書いてありますけど、中井秀夫先生のいじめの政治学は、まずいじめが政治的権力問題だ、非常にミクロなということをはっきり言ったこと、で次に孤立化っていうのが基本の基本だということを示したこと、でそれといじめられる側が追い詰められた時に最後のプライドっていうので自分でいじめを隠蔽するというメカニズムをはっきりさせたこと、この3つっていうのは非常に重要で使えます。いじめを考える場合にはこの3つを忘れたら全く全てのことが上滑りです。そう思った方がいいと思います。で次にですね、じゃあ対策としてはどうすればいいのか、これは非常に難しいんですけど、突破口を開ける形で考えてみましょう。でこの孤立化ですね、孤立化に対してどういうふうに対抗するか、透明化無力化透明化が進んじゃったらちょっともう不可能です。本当にもう転勤して転校させるとか、そういうのは根本的なあらゆる事情をやらない限り、もう手遅れだと思った方がいいです。で孤立化っていうのが重要なのは、孤立化の段階ならば対策はなくもないからです。で一つはですね、孤立化なんかされちゃいされないような人間になれっていうのがまず最初です。あいつはちょっとこれさ、あいつは友達多いし無理だよっていうのは初めからいじめられませんよね。だそういう人間にならなきゃいけない、子供育てるときにはそれです。でもそれだったら別に答えになりませんから、次の話題として、孤立化したしちゃうような人間でターゲットにされやすいような友達の少ない人間だったらどうするのかっていうと、友達少ないくせに友達を欲しがる、そうするといじめてる連中、いじめてくる連中っていうのも誰もいないよりはこいつらは友達だ、さっきそういうふうな発言を一つと拾いましたね。そう思ってしまう、みんなに完全無視される、昼休み、自分一人だけで飯食うしかない、ぼっちですね、ぼっちよりはあいつらのグループの端っこ、パシリでいじめられ役だけどあいつらのグループの中、あいつらのグループの端っこの方がまだマシだ、そういうような形になって無力化、透明化のスパイラルに巻き込まれていく。だったらぼっち上等、俺一人の方がいいもん、なんとなく俺友達少なかったけどなんかあいつが変な噂をいろいろ言ってるから全然いなくなっちゃったよ、完全死活されちゃったよ、まあいっかと思えるかってことですね。まああんまり思えないでしょ、でもここで思えれば巻き込まれることはないわけです。私も思えてましたけどね、ずっとね。
だからあの孤立化がネガティブだと思っちゃうとそこで、スパイラルが始まる、罠に捉えられ始めちゃう。ですからここでですね、あのみんな仲良くしましょうっていう風な戦後民主主義の中の教育方針、これというのは、いじめる側に対する強力な追い風になってたってことを認識しなくちゃいけません。で今ではあの相談できる人間をしあの人を持とうとか誰かきっと分かってくれるっていう、でこれをそういう風に思ってそうかもしれないと思って手を掴んだのがいじめる側だったかも、今のいじめの加害者かもしれないんですよ。だからさっき言ったように、孤立化して、た時に辛い時に誰も分かってくれない人間はそういうもんだっていうふうに思えば少なくともこいつ俺の中にうまく絡めとって徹底的に俺のパシリにして優雅なままにしちゃおうというやつの手をつかまずには済むんです。だからあの何ですかね、あのそういうふうな指揮者のコメントですね。これもまたこれも残酷というよりもむしろいじめの加害者のために言ってあげてるようなものだよというふうに私は誇張してあえて言います。で実際仲良くない、仲良くみんなしてない、一人だけポツンと離れてる、みんなと溶け込まないっていうのはネガティブでしょ。とすると真面目なやつっていうのは俺は一人でいるのが楽しいけどそれはいけないのかな、とみんなと仲良くしなくちゃいけないのかなっていうふうに自分で自分を罰するようになります。さっきの支配服従関係の内面化で道徳的倫理的なあの自分の中の視点というのが、孤立してちゃいけない、一人じゃいけない、一人じゃいけないっていうふうに自分で自分を責めるようになってきます。これがいじめる側にとっては格好の環境なんです。だからあの正当化倫理化っていうのはそういうふうな真面目な子がなる、真面目な子をいじめるの罠の方に追いやってるんだと、これもしっかりと押さえておく必要があるんじゃないでしょうか。だからそういうふうな教師のクラスがみんなして仲良くなって一人だけポツンとしてなんかそこだけ違う空気のやつなんてできるだけいないようにというふうな方針というのはこれは実は加害者の倫理や利害と一致してるんです。で実際教師っていうのはそういう意味では基本的にいじめる側の味方です。心ではそう会いたくないと思っているかもしれないけれども、あの教師という立場からしてそうならざるを得ないってことも知った上で物事の考えを進めなくちゃいけません。で、朝日新聞の94年の時のいじめ問題の時にいじめ社会の子どもたちという連載があって、その2回目で、こういうことが言われてる。ほんのチャットですけどね、いろんな教師とかに、インタビューしていろんな取材をした時に一人言ってはならないことなんだな、クラスの運営にとってはいじめる側に立っていじめられる生徒に我慢を強いる方が楽なんですというのを発言した教師があります。私はこの教師を心から尊敬します。なかなか言えないけどこれを誰かが言わなくちゃいけなかったんです。実際そうでしょう、いじめられる側でいじめる側のノリっていうのを無視したら学級崩壊が起こりますよ、たちまちで学級崩壊が起これば今の教師はダメで学級崩壊を起こすってマスコミそう叩きにするわけでしょ。これはっきり言った人に私は敬意を表します。で、この章題であるあの第3の章で、神事、今野敏という大衆作家の書いた神事という類まれなる小説があります。でこれは1997年、くしくもあのいじめの政治学と同じ年に発表されたものなので刊行された本なんですけれども、この小説です。で小説ですけれどもエンターテインメント小説なんですけれども、一人のいじめられっ子が自殺寸前まで追い込まれて、それを偶然知った担任の教師が、その子を救う話です。でその教師も別に熱血教師ではなくてデモ地下教師です。でもこいつが自殺とかされちゃったら俺がせっかくありついた教師の職っていうのが不意になっちゃう、でて言っていやいやながら救わなきゃなんなくなるというあたりがなかなかうまいんですけど、でこの小説がすごいのはですね、例えば今回の大津の、だんだん明らかになったいじめ事件、いじめる側が3人である、で、万引き強要その他がエスカレートしてついに自殺を呼ぶことになる、非常に似てます、いじめる側が3人であること、その中の特に1人が後の2人を引きずり回していることなんていうのも、取材あの報道されたことを信じるならば今回の事件に極めて近いですね。ですから興味ある人はぜひ読んでいただきたいと思います。でまたいじめによって追い詰められていく被害者の心理とかも極めて的確に描かれています。
同じ本の発表ですから中井先生の文章を読んでたかと読んでなかったと思いますけれども、孤立化はそんなに分からないけど、その後の無力化、透明化、で自殺に追い込まれていくところ、教師や親には絶対言えないところ、その辺の心理描写は極めて的確で生き生きしています。で自殺っていうのがそこまでいった時にいかに魅力的か、いかに甘美かってあたりを描いてるってあたりもうまいですね。なんで、ま、何も死ななくてもいいのにってよく言いますけど、これも何も分かってないなというふうに思います。そういう人は毎日毎日そのいじめの地獄の中に入ってみればいいんですよ。死んだ方がよっぽど楽ですよ。死ぬなんて別に一瞬でしょ。まあ死に方によっても苦しいのもいっぱいあるらしいけどさ。死ぬなんてのは一瞬です。戦時中の若者たちは公のために身を捧げることを知っていて、特攻隊の若者たちは死んでいったというけど、まあ、あの人たちは確かに私もある意味で立派だし、ある意味ですごい悲劇だと思うけど、でも死んでった彼らっていうのは当時の途端の苦しみなめた中ではまだマシな頃だったじゃない。監獄でずっと拷問を受け続けた左翼だっていたわけでしょ。で 南方 の, 飢餓の中で飢えて飢えて飢えて仲間の肉を食ってさらに飢えて、宇治にたかられながら死んでった兵士たちってもいっぱいいたわけでしょ。そういう人たちに比べれば特攻隊でかっこよく死んでったらよっぽど、格好もいいし楽だったんじゃないかと私も思いますけどね。お前どっちやるっつったらトップガンのこと自慢しますよ。だから死ぬっていうのはこういう連中にとってはすごく甘美です。でしかも全能感、いじめる側っていうのはさっきの権力欲を満足させて相手を自分の好きに完全にできるっていう全能感の中に酔ってます。でそれに対する逆襲っていうのはほとんど不可能です。それに対して死ぬってことだったら死ねば自分の前から全世界は消えます。で本当は自分は消えるだけなんです。でも自分自身の苦しみは全部なくなるでしょう。まああの世があるかどうか私は知りませんが、そういうことでは追い詰められて何もできない人間が最後にできる逆襲なんです。彼の主観においては、自分の側は何とも思わないかもしれなくてもですよ。だからそっちに追い込まれるっていうのはごく当然です。だからまさか死なないだろうっていうのは結構甘いですよ。これがあれ死ねば、逆襲できる。昔三一新書っていう今でもあるのか、割と左翼系の本が多い新書があったんですけど、三一書房からっていう、それの中に自殺っていう自殺についてのレポーターがありました。中身は全然読んだら全然覚えてないんですけど、副題だけは覚えてる。自殺、人間の最後の自由ありました。しかもかなり楽に、飛び降りとかだと楽ですからね、かなり楽に手に入る自由なんです。それがいかに誘惑的かっていうのもこの小説には書いてあります。でもこの真珠は結局、死ねなくて遺書を書き始める。ちょっと遺書を延々と書き始めて、うまく書けなくてって悩んでるうちに、死ぬパワーもなくなってしまった。俺は死ぬこともできないのか、というところで、その教師が現れるということです。でその教師がですね、どういうふうにこのいじめられっ子を救うのかということですけど、これがこの小説のミソでして、ガンダムオタクにする、それだけです。ガンダムオタクってガンプラオタクですね。ガンダムとかザクとかのモデルを、プラモデルを作る、それもちょっとやそっとじゃない本格的なマニアックなプラモデルを作る、オタクへと育てていく、それだけです。なんだそれはっていうのがこの小説のミソのところですね。どういうことかっていうと、これはさっきからの私の話を聞いてればこれの画期的なところっていうのは分かるかと思います。つまり、孤立化させられちゃった人、あるいは最初から孤立的な人、ターゲットにされやすい人っていうのがいじめから逃れるにはどうすればいいか、孤立化じゃなくて友達がたくさんいる人になれっていうのが一つの論理的な答えですけど、それができないから孤立してるんでしょう。だからもう一つの第二の道です。孤立してても全然寂しくない人になりましょう。いじめる側が手を差し伸べてきてもいらないよっていうふうに本当に思えるようになりましょう。でそういうふうになるにはオタクになる。これは極めて早い道ですね。でそういうふうな一人でクラブを作る魅力、この教師自身がずっとそれにハマって教師もでもしっかりやってるんですけど、それをに引きずり込んでいくと、そういう話です。でそこについていじめる側が教師に対して、友達のいる渋沢、これはいじめられっ子ですけど、渋沢と遊んでやってるだけでね、鍛えてやらないとな、ああいうやつはというふうに加害者は思います。
これ加害者がよく言うあれですね、あのよくいじめるルポとかでも出てきます。いじめる側にあの取材すると、いや別にあいつ寂しそうだから俺たちは遊びでやってるだけでも、実際ある程度場合によっては本当かもしれません。それは であいつは友達もいなくて、一人あの途中持っちゃってるから俺たちが鍛えてやってると、それで普通にあのいじめる側は正当化します。言い訳じゃなくて本当に思ってる場合も多いです。で俺たちがいないと永遠に一人ぼっちだとしっかり教えてやる、逆らおうとするとこれが出てくるわけですね。しかしそれに対して俺一人ぼっちの方、永遠に一人ぼっちの方がいいもん、友達がいないから遊んでもらえない方がいいんだっていうふうに自信を持って言えるようになれば、この論理が崩れます。で例えばお金ですね、当然万引きとかする前にお金をいっぱい取られてる、親のお金を引いてって、いじめる側に渡すなんてこともやってる。でもこの趣味がだんだんはまって、趣味でだんだんこのいじめられっ子がはまっていくに従ってお金っていうのが必要になってくる、すごく金のかかる趣味ではないですけど、ガンプラでも何でもそれなりの金はいりますから、だからこれは絶対渡せないよってことは言えるようになります。それが言えないんですね、実はなかなかね。なんでかっていうと自分っていうのがそこまでないからです。そういうふうな自分を育てる、自分というのは当然一人でも構わない自分ということです。明治から昭和にかけての日本の黒幕だった、原用車のリーダーの遠山満は、弟子や子分たちにいつも一人でも寂しくない人間になれと言い続けたそうです。それはなかなか大変なんだけど、実は基本の基本かもしれないです。それでですね、この真珠はその辺をかなり得意な形で描いた作品として面白い。この教師のアプローチの仕方っていうのもなかなか面白いですね。さっき言ったようにデモシカで自分のエゴからです。自殺なんかされちゃったら俺が困るんだよと。でそれで命令とかはしない。でその代わり対等な、ただの厨房のガキを自分と対等な、ただのオタクの後輩として扱って、ガンダムの話をひたすらする。で、相談できる相手なんていうふうに上から目線じゃないわけですね。あくまでも対等のオタクだから、その限りで味方といえば味方なんだという形の人間関係の接し方をするわけです。でその辺もなかなかリアルで、実際できるかどうかはともかく、いろいろ学べるところはある本だと思います。でただですね、一般性があるかどうかはまた問題が別です。お宅にそう簡単に人はなるんですかと。ここでここまでハマっていじめを跳ね返すくらいの自分のあるお宅になるんだったら初めからなってんじゃないですか、中学ぐらいになったらというのが真珠の限界ですね。実際はそこで一人ぼっちになってプランをいじってるよりも、たとえパシリであってもあいつらと一緒にいた方がいいっていうふうに思っちゃうやつっていうのは結構いるでしょう。だからいじめなくならないし、自殺者もなくならないんです。でもある新しい角度をしっかり出した。でそれから後のさっきの最近のコメントでは、自分の好きなことを見つけろとか、学校なんか逃げろというのが増えたっていうのは別に真珠を読んだからではないですけど、この90年代の後半ぐらいにこれを言ったっていうのはかなり先駆的だということは確かです。今でも全然読んで古くなってはいません。で次にですね、また別の方からのアプローチで痛みを知れとか、何ですか、相談できる相手を見つけろとかっていう国もつかないようなものとはやっぱり一線も二線も画する、レベルの高いアプローチなんだけど、今までとはちょっと違う角度のを、一つ二つ紹介していきたいと思います。先ほどのいじめの政治学っていうのはやっぱり本当に基本論文でいろんな何でも書いてあるというところがあるんですけど、中井久夫先生はですね、さっき言ったように、戦時中の疎開先でいじめられた。疎開先という、同年代の人間と先生しかいない閉鎖的な空間の中でいじめられたわけです。でそれが終戦でなくなる。終戦で帰ってきて食い物はないけれども、その閉鎖空間もなくなる。そうするといじめてる連中っていうのは本当にもう自分の権力の基本がなくなって、崩壊していっちゃう。で全ては解放された、そういうふうに言ってます。これを考えてみれば面白いですね。政治権力の比喩でいじめの政治学ですけど、政治権力が可能なのはある限定されたエリアっていうのが必要なんですね。
だから独裁国家っていうのはまあソ連ね、チャイナとかあれだけ広いけどね、広いけど世界全体は覆えない。あのままみんなが外に逃げ簡単に逃げていくことができたら、やはり独裁国家っていうのは崩壊するわけです。で実際東欧のソ連の衛星国っていうのは国境の警備がルーズになってバーッとみんなが逃げ出していったってところで1989年の冷戦崩壊、ベルリンの壁崩壊っていうのは始まったわけです。だから周りをしっかり囲むってこと、いろんな形で国境をしっかり固める、パスポートとかそういうふうなもので外に出られないようにする、さらには人間の心の中でこの国を出たら絶対生きれないんだよっていうふうに内面化させて植え付ける。これは基本の基本ですね。日本国憲法っていうのは世界で一番誰からの憲法だと私は思ってます。まあ、全部比べて全部見たわけじゃないけどさ、なんでか憲法9条なんてどうでもいいんですよ。全然違う条文で、日本国憲法っていうのはすごいんです。もう細かいの忘れましたが、確か23条ですから1条ぐらい間違ってるかもしれない。国籍離脱の自由っていうのを無条件で保障している憲法だからです。戦前の大日本帝国憲法は国籍の離脱、大日本帝国臣民からを例えばアメリカ市民とかになるには徴兵の兵役を終えた人でなければその自由はなかった。そうしないとみんな逃げていっちゃいますからね。でも戦後の日本国憲法は無条件です。で日本の国籍法も無条件です。ただ無国籍者、世界市民になるのはダメ、行き先がどこの国の市民になるか分からなきゃダメだよね。それだったら離脱自由なんですよ。でこんな国、無条件の国ってあんまりないです。なんでそれができるのか、日本が本当の意味でリベラルで国家と超越しているかではないですね。日本国民は舐められてるんです。日本語の特殊性、日本の世間の社会構造の特殊性から外国人になれるやつ、アメリカ人になれるやつなんてめったに振る舞い来るから国では思ってられるから、自由にしても大丈夫なんです。ヨーロッパやあるいは新興国、第三世界の国では自分の国籍捨ててアメリカ人になりたい人っていうのは方が大多数ですよ。特にインテリはほとんどそうです。日本が特殊なんです。そういうところでこそ権力上下関係っていうのは威力を発揮するんです。で脱線しましたけど、中井先生の場合、その疎開の終戦で疎開共同体がなくなった途端にいじめがなくなりました。こういう形でいじめをなくすっていう発想っていうのは一つあり得るわけです。ある種社会学的な発想ですね。社会学博士の宮台真司先生はかなり先駆的にこれを言ってます。90年代の半ばにこれが答えだっていう、まあ、あの人の本の中では一番分かりやすい本ですけど、その中でいじめについての1項目を挙げて、クラスっていう閉鎖空間で、1年なり何年なりを暮らさなきゃいけない、でそれを解体しろ、大学みたいに、数学は数学、理科は理科、国語は国語で、選択制にするとか、クラスを相対のごとに編成すればいいんだ、先生役や科目を選択制にすればいい、そうすると固定した空間がなくなるから一命というのも相当減ると、そういうことを言っています。でそれともう一つは田舎ほどいじめがひどいというふうに言っています。まあ、そこまで言えるかどうか私何とも言いませんけれども、どうしてかっていうと都会は楽しいことがある、ストリートに出ていけば、面白いこといっぱいある。でも田舎はストリートじゃなくて田んぼと畑しかないから学校の中で楽しみを見つけるしかない、とするとターゲットを狙って完全支配、をしていく、そういうのが盛り上がってしまう、そういうことを言ってます。で、まあ、これが答えかっていう と、 あくまでも暫定的な理論的な答えでしかないですけれども、ボンヒャクのいじめのよりはずっとマシです。でこれをですね本格的に学問的に展開した人が初めの方に名前を挙げました、この内藤麻生という先生です。いじめの社会理論、いじめの構造、いじめの社会理論というのは相当難解な本ですね、学術書です。でそれを一般向けに読めるようにしたのが高端者現代新書のいじめの構造という本です。
今回 の, あの大津の、中二、男子自殺事件に関しては朝日新聞にですね、外の世界を見せ怪物化させないという見出しの、まあ、記事というかコメント、を発表してました。それは今回のいろんなコメントの中では、一番マシな一つでした。でこの人はいろんなことを言ってるし、さっきの中井先生なんかを踏まえた上でのいじめがどういうふうにスパイラルしていくかのメカニズムっていうのも社会学的ないろんな難しい記号とかを使って明らかにしてますけれども、普通の意味で、聞いておくべきこととしてはまず、今はあの生徒たち、まあ、厨房とか工房、まあ、厨房あたりが一番メインでしょうけど、あのノリは神聖にして犯すべからずっていう規範ルールを持ってるんだ。みんなでの鳥、そのクラスで何かの話題で盛り上がった。それは絶対におかしいけど、みんな盛り上がりに参加しないやつはもうクラスのやつよね。その盛り上がりを邪魔するようなやつっていうのはもう何されても仕方ない。これですね。いじめはいけないってこともみんな頭では分かってる。でもそのノリを侵害するやつもいじめちゃいけないのっていうと、それはしょうがないんじゃないってことになってしまう。これが基本な彼らの基本なんだって言います、まあ、これは本当に基本中 の, あの基本ですね。今回朝日新聞がさっきの30何人の中 の, コメあのあれ指揮者のエッセイをですね、小学校6年生に読ませたと。でそうするとあのやっぱり小学校6年生ですから、みんなあのふんふんってあのはいはいっていうふうに読んでる人が多いんだけど、あのいじめを見て見ぬふりをするっていうのは加害者になったと同じだよっていうのに対しては、それはおかしいって小学校6年生のみんな言うわけです。いじめられてる子をかばうと友達いなくなるよと、あ、そんな第三者でいないでいないいちゃいけないなんて、だって無理だよってみんな言ったってわけです。それはまさに、ノリですね。全体のノリっていうのに逆らうっていうのがいかにできないことか、いかに怖いかと、いうことが言われてるわけです。でそれでですね、それっていうのはさっきの孤立化の話と見事につながりますね。はじめから孤立してるやつっていうのはそのノリの中での異分子なんです。そこですね。その異分子っていうのはを狙って、いじめようとする、ターゲットです。でその異分子になったらもうここで終わりなんですね。で考えてみると、クラス全体でいじめはしない、でいじめがいいとまでも思わない、あいつはいじめられて当然とまでは思わない、でも一部の人間が、あの加害者がそれをターゲットにしていじめ始めたときに、あえて救うことまではみんな思わない、そういう形でクラス全員はいじめに加担するんです。でそうなっちゃうやつっていうのはこれはいるでしょうっていうか、あのノリ全体を侵害するやつだったらそういうふうになっちゃうでしょう。昨日ですね、あのヤフー知恵袋で人生相談でですね、たまたま面白いものを見つけたのでうーんと思ったんですけど、クラスの中で友達のいないやつがいた。でそれだけなら問題ないんですよ。で知らないと、少なくともその相談者はそいつがいじめられるとは言ってません。いじめられてなかった、ただ友達のいないやつだったんですよ。ところがね、クラスで遊園地に行く、だから遠足かなんか遊園地に行く、その時の半分けの時に、そいつがねどっかの班に入らない。でそれでその相談者に、あの君たちのグループに入れてくれよって言ってきたって言うんですよ。でその相談者はいいやつ、すごくいいやつなんですよ。あ何こいつとは思ったけど、別に一人ぼっちはかわいそうだなと思って入れてあげたって言うんです。でそしたらどうなったかっていうと、その遊園地に行って、そのクラブあのグループの連中はみんなノリノリやつらしくて、お絶叫マシン端から乗りまくろうぜって感じで、おおって感じ。ただそいつは、俺絶叫マシンダメなんだって言いました。それだけでもノリの侵害としてもうしらけますよね。でもまあまあそこまでならいい。でそれでその入れてやったその相談者だったらすごくいいやつらしくて、自分がまあ入れてやって引っ張ってきたから責任があるから、じゃあ俺こいつと残るわっつって乗んなかったらしいんですよ、説教マシンに。でそうしたらそこからも凄まじくて、そのぼっちの友達のいないやつは、そうだよ、嫌だったらあんなの乗らなくていいんだよって言ってきたって言うんですよ、その相談者。これとんでもないですよね。お前何様なんだよってやつだよね。でその相談者はこれ絶叫マシン乗りたかったんですよ。でそのぼっちは自分がまあ優位な独走になってる、まあ、そういうやつにはよくある話ですけどね、優位な独走になってるから自分以外にも絶叫マシンなんて乗りたくないやつはいっぱい、本当はみんな乗りたくないんだ、俺のが正しいんだ、俺が教えてやったんだって言ってた。でこれがムカつくでしょ。
勝手に一人でいるってだけなら別にいいし、あ俺これが勘弁してよ、ちょっと地上で待ってるわ、そうだからまだいいけれども、お前結局も別に乗りたくなかったら乗らなくていいんだよって偉そうに言われる。お前 何様なのその目線思いますよね。でこういうやつが、こういうやついじめてやれまでいかなくても、こういうやつが一部のやつにいじめられてる、助けてやりたいと思いますか？助けてやる気であるかよと思いません？こういうのどうすればいいか、ここまで考えないといじめの問題っていうのは進まないんです。で内藤先生はここで、ノリは新鮮人をかすべからずって一言で、確信を、ついてます。あとこの人の理論はいろんなこと言ってるんですけど、全能ユニット、さっき の、まあ、中井先生 の理論もね、延長でしかないですけどね、中井先生がいじめる側は権力が欲しいんだ、だからその権力をどん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 エスカレートしていく、それが権力欲というものなんだというように、全能不言で、その全能不言の次に全能憤怒っていう現象を、内藤先生は言ってます。これどういうことかっていうと、完全に自分の支配下に置かれちゃうと、置いた上だ、置いた以降だと、その被害者がですね、ちょこっと逆らう、ちょこっとこっちの言うことと違うようなことをするっていうだけで、いじめる側としては、お想定外っていう感じで、もうバッと切れる、ぶち切れるという現象がよく起こるって言ってます。まあ、そういうことありそうですね。そういう時にいじめはエスカレートして、無理難題、何百万円する持ってこいとか、絶対取れるわけのない、つまり高価なものを万引きしろというふうな形で、どうしようもなくて、自傷自爆に陥って自殺する。そう、最後のブチ切れっていうのは、そういうふうな全能憤怒でのブチ切れで起こりやすい、まあ、これもそうかもしれませんね。あともう一つ、内藤先生の理論で、まあ、いろんなこと言ってますけど、もう一つ取り上げるとしたら、利害全能マッチング、でそういうふうに相手を自分の完全な支配下に置いていきたいってことで、いじめる側はいじめてくるんですけれども、それだけじゃない、利害関係っていうものも、客観的利害関係っていうのも見えなくなるほどいじめる側はバカではない。だから例えばこれ以上やって先行に見つかって内申書にマジでやばいこと書かれるよとか、そういうようなこと、あるいは本当に警察出てきそうだってなった、そうするといじめる側はさっと引っ込む。それは彼らは臆病です。世の中全体だ、クラス全体で、なんですか、イケメンのリア充でブイブイ言わせるやつはいじめはしませんよ、ただ普通にいるだけで他の連中より俺上だもんっていうのがあるから、それができないから一部の弱いやつ相手に自分の全能感を満足させようとする。そういう意味でやっぱりいじめる側、ガキでいじめる側っていうのは大体弱いやつです。弱いって臆病者です。だから石膏とか、おまわりとかっていうのがマジで出てくるってなったら、もう縮み上がります。そこで、いわばそういうふうな利害関係の側の方をプッシュすれば一応止めることができるというふうに言ってます。こういうふうに内藤先生の研究はさすが専門家の中の専門家だけあって、非常に何ていうかな、取るべきところに、ところがいっぱいあります。でしかしですね、この内藤先生の場合、最終的にいじめどういうふうに解決するのかっていったときに、さっき宮台先生がとりあえずのこれが答えだという感じで、理論的な背景がありながら即答したのと同じところに行くんですね。クラス制度配置しろって言うんです。クラスのない学校にしよう、選択制 の教師や科目を選択できる学校にしよう。で理論的にはそうです。でも現実に小学校とかでそれができるんですかね。そういう選択ができるような子供に育てなきゃいけない、誰がやるんですかね。なんか猫の首に鈴をつければそりゃネズミは逃げられますよ、誰がつけるの。そういうのがこの宮台先生とか内藤先生の最終結論にはどうしても漂ってしまいます。だから宮台先生は援助交際についての具体的なレポートとか提言とかでマスコミにはデビューしましたけれども、言ってることは全部論理的には正しいんです。例えばお嬢様学校の制服が人気あるような萌えの対象になるようなお嬢様学校の、女子高生が遠行の対象になって、そういう子が遠行するようになってる。で遠行をどうすればやめられる、止めるというか少なくできるのかと。制服制度をやめればいいって言うんですよ。もうそりゃそうかも、それはそういう場合はなくなるかもしれないけどねっていう、なんかこれは猫の首に鈴をつけるとかそういう論理なんじゃ、ないですから。制
戦争をなくすにはどうすればいいかと、世界を一つの国、ソ連とかアメリカの世界を完全に一つに統一すれば戦争はなくなるんじゃないですか、ちょっと同じそういうような論理のような気がするんですよね。もっといい的確な比喩もあるような気がします。それは思いつかないので、あまりいい比喩じゃないですけれども、この内藤先生のもね、短期的な解決方法でクラス制度をなくせるんですよ。で、長期的な、いじめのない学校の実現については、学校共同体型から学校教習所型で、学校っていうのが今はみんなが行かなきゃならないところになってる。で、みんながそこで共同生活を行う、だからクラスっていうのがあって、クラスメートとかホームルームとかがある。でも、まず選択制でクラスをなくして、次に学校っていうのも完全選択制にする。行きたい人が行く。全く行かないっていうのはないから、義務教育ですらどういうコースに行くかっていうのを自分でいろいろ選べるようにする、チケット制にする、だから学校っていうのは中で共同体でみんなで一緒にいられるところっていうのと、何かを学ぶところっていうのがある、だからその共同体制っていうのをどんどん薄くしていって、その何かを学ぶ知識とか技能とかを身につける教習所ですね、学校を全て自動車教習所みたいなものにしていけばいい、それが遠距離的な提案です。まあ、一つの社会像としてこういうユートピア像というか理想主義というこういうような理想感があったら別にいいですけれども、あまりに遠いですね。でこれが本当にいいのかというと、後で言うようにまた疑問です。で今回ですね、この宮台先生や内藤先生の論理的には非常に、鋭いです。で、本百のいじめ論議に比較すればはるかに凌駕しています。で問題提起としては絶対聞くべきです。でもこれで本当にいいのかなとしては疑問なのと。でこういう論についてを引き継ぐ人として、宇野恒弘氏、サブカルとか AKB とかについていろいろ発言されてますね。この宇野恒弘氏が毎日新聞の夕刊で発表した今回のいじめ談義の中での発言があります。でこれはですね、今言ったことから見ると新しさはありません。というか今いろいろ話してきた宮台先生や内藤先生の意見を新聞コラムにうまくコンパクトに、収めた、そういう文章でした。で学級制度というのをやめよう。で小学校の時から選択制にしよう。で、社会に出てからも終身雇用で一つの企業共同体に属するんじゃなくて、そのためにに自分の技能を磨いて自分の人生を決定していく、そういうふうな自己決定、自己責任ができるような人間に育てるような新しい教育をしよう。そのためにはクラス廃止っていうのは非常にまさに今やるべきことだ。で同時にいじめもなくなるということを言ったわけです。でまさに一貫してますね。さっき名前出した斉藤珠樹先生なんかもクラスがなくせなくても毎週席替えをするなんていうだけでも悪くないんじゃないかなんていうふうに、言ってます。でその辺の流れに乗った、考え方というふうに、言えるでしょう。しかしですね、状況、現実の社会状況っていうのを見た場合、さっき言ったようにいつそれができるんですか、デコの首に続けるのは誰なんですかという話は別としても、これはちょっと時代的にずれちゃってるなというふうに、宇野先生の文章を読んで思いました。でどうしてなのかっていうふうに申しますとですね、宇野先生はですね、そういうふうにこれからは終身雇用とか専業主婦とかの時代じゃないんだと、そのたんびに自分で職業とか社会的な立場とかを選んでいく、そういうふうないわばリベラルな時代ですね、なんだというふうに言ってます。だからそういう人間を育てる教育をすべきなんだというふうに言ってます。でもですね、これは宮台先生なんかが昔言ってたことです。宮台先生ってのは昔です。もう、15年ぐらい前のまさにいじめだったら青梶京太郎君事件のその頃に言ってたことですね。もう高度成長が終わって、終身雇用や専業主婦はなくなる。で、個人が自分で自分の人生を決定していく流動的な時代が来るというふうに言ってたんです。でこれは宮根先生の独創ではなくて、当時はこういうふうな考え方っていうのはかなり一般的で、新しい時代を予見する、社会の捉え方として結構メジャーでした。いわゆる新自由主義、ネオリベラリズムってやつですね。世界的には冷戦が終わって、もう社会主義みたいな重い社会福祉みたいなのが終わったが、古い時代のものとなった、個人が自由に仕事をしていく、特に IT 企業とかそういうのでは若い者も自分の発想と自分の努力でどんどん起業していく、
企業をこしったりできるような時代になっている、そういう時代なんだというふうに大いに盛り上がりました。だから日本は古くからの系列とかをぶち壊し、規制緩和、規制撤廃で僕ら省の放送センターみたいなのはやめて、誰もがいつ潰れるか分からない、その代わりいつでも新しいものが起こせる、そういうふうな経済社会を作っていこう、いわば国を挙げての理想でしたね。でもこれは、まあ、私なんかは80年代の終わりぐらいに竹林ぐらい、90年代に竹林ぐらいを言ってますけど、これは経済学の歴史とかを見ればね、マルクスの社会主義やケインズ の福祉主義っていうのに問題があるとか、それは確かにそうだ。で、元のアダム・スミスの自由競争に戻ったら結局格差が生じるだけでしょ。弱いものどうなんの、そのことについてはみんなあまりに言わなかったんですね。弱いものをいつでもセーフティーネットでリベンジできる、そうかな、と思ったんです。でしかしですね、みんなこれに乗っちゃった。で実際規制緩和、規制撤廃とか、ビッグバンとかそんなのが流行りましたね、年長の方は覚えてらっしゃるでしょう。で私が言った通りになったというと予言したみたいですけど、私もちょこっとしか言ってませんけれども、そううまくいくものではなかったわけです。で小泉改革、小泉純一郎政権というのがこのネオリベラリズム政権として登場しました。でその5年続いた最近には珍しい長期政権の末期の頃には、もう早くも格差社会というふうな、格差社会とか新しい貧困というようなことが言われるようになった。私はそれほど厳しいとは、世に言われるほど厳しいとは思いませんけれども、そうなりましたね。ですから、ネオリベラリズムは結局ダメだったわけです。これはペテンだったわけです。モテるものが、多少モテるものとか中間的なものっていうのを全部蹴落として独り勝ちするためのイデオロギーだったわけです。だからここで小野恒博はその20年ぐらい前のイデオロギーを今振りかざして流動化、社会が流動化していく今って言ってますね。当時流動化していくって言った、流動化ってのは上のものがいつ下になるか分からない、大企業にいてもいつ倒産して大リストが起こって下に落っこちるかもしれない、シャープも潰れた、宅銀も潰れた、でも流動化って下にいるものがちょっと起業していきなりビル・ゲイツになれるかもしれない、ジョブズになれるかもしれない、これが流動化です。で日本の場合どうですか、上は確かにこうやって起こってきた、大量に座って、で下で上がるのも少しはいるでしょう。どっちが多いですか。下から上に上がれるのほんのわずかでしょう。みんなの投資してる人たちだけですね。で他の大体っていうのは起こったままどん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 起こっていくわけです。でもそれでガーッと起こっていくのとたまにこう上がるだけ見て流動化って言ってるんです。これはごまかしですね。ナチスが東ヨーロッパまでこう支配したときに、ルーマニアからドイツへの輸出品っていうのはハーモニカしかなかった。でもドイツから膨大なものももちろん行って、ルーマニアはドイツの、経済植民地になっちゃったわけです。でもナチスは、いやこっちはちゃんとハーモニカ輸入してますから相互利益の相互に豊かになる経済ですよって言ってたんです。そういうのを流動化と称してると、合弁してるというそういうことだと考えたんですね。でそうなりますとね、今日本は、今後いろんな形で是正ができないとは言えないし、何らかの形で是正するとは言えないでしょうけれども、全然流動化ではないんです。下にどん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 下に沈殿していく、そういう格差貧困化の社会なわけです。でそういう中でそれを下からまた上に上がるよとか無理です、できるのはジョブズとゲイツだけなんですよ。そうすると下をそれ以上落ちないようにそこで共同体を再編成しなくちゃいけません。でこれはどうすればできるか、宮田先生なんかはね、こう新自由主義なんてとっくの昔に捨てちゃって、新しい共同体小さな政府と大きな社会とか言ってますね。で方向は別に間違っちゃいないけど、共同体っていうのは、ね、作れって言ってできるもんじゃないんですよ。じゃあどういうふうにできるのか、自然にできてくるのを待つしかないんです。でそれはついてはいろんな意見がありますけれども、学校っていうのはこれからそこで何とかしよう、何とか自分たちの、共同体っていうのを、これ以上崩れないようにして、これ以上落ちないようにしたいと思う、安定をなんとかすべとべとして保ちたいという人たちにとって学校っていうのは大きな頼みの綱になります。例えば学校つながり、地元つながりって言葉がありますね。でネットっていうのは、自由な結びつきの、 Facebook に自由な結びつきの世界で、
あれですね、新自由主義的と思う人もいるかもしれないし、そう言ってる人もいっぱいいる。でもそうじゃなくて、ずっと会わないでいた同窓生とかがあれで再会して、同窓会が復活する、そういう要素も強いんですよね。ですからかつてだったら東京出て、東京とか大阪とか出て、高校出たらみんなバラバラになっちゃった。それが今はフェイスブックもあるし携帯もある、それで、同窓生がずっと連絡し合ってるというのが普通になってます。でこれまさに学校共同体、地元つながり、学校つながりっていうものの永続化っていうのがかつてよりずっと可能になってます。それは可能になってるのは単に、携帯があるからとかミクシーやフェイスブックがあるからというふうな制度の問題じゃなくて、そうしたい、そういうふうにして安定した関係っていうのを続けていきたいっていう心性、心の性質ですね、まあ、慎重を務めて、それがかなり普遍的にあるからなんですよ。そういう形で、共同体回帰っていうのは、共同体再生っていうのは起こりつつあると思います。よくね、共同体への再生が必ず起こるとか、これを行わないに関わらずそっちしかないだろうなんて私なんかが言うと、日本中でシャッター街がこれだけ増えてて地域が崩壊してるのは僕の当たり、もう目の前に見えてんじゃないって人がいる。でもね、それはね、やっぱりね、シャッター街っていうのが分かったらいいんですね。これは全然シャッター街になってない東京のね、今でも賑わってるある商店街の話ですけどね、そこであるサブカルテ系のショップをやってる人と昔知り合いだったんだけど、である時ね、その商店街の商店会の寄り合いみたいのがあったって言うんですよ。でそれに、まさにすごいちっちゃいところだけど店だけで起業した店主ですからね、それに出席した。そしたらね、いつもおはようございますって周りで言ってるいろんなお店の人たちで、店長さんやママさん一人も来てない。何なのか、いつも隣近所って形でいろいろ助け合ったりなんだかんだしたりしている商店街の人たちっていうのは全部雇われ店長とか息子の嫁とかそういう人たちなんですよ。で商店街に来るのはオーナーなんです、地主とかその店の、オーナーですね、オーナーさんですね。でそういう人たちっていうのは店なんか出てこないんです、結構東京の中で古い町ですから、もう何十年も前からそこの土地を持ってる。で自分はその土地ともいっぱいあるから、アパートがあったりマンションがあったりする。その家賃でみんな悠々自適で生きてるんですよ。その中の一環としてお店もやってると。でもオーナーは彼とか彼女ですから、そのおじさんおばさんたちっていうのが商店街には出席するんです。でその辺じゃすごく仲いい。でも別に商店街のことは任せちゃってるからそういう話はしないんです。何の話とかと、今度ゴルフコンペはさあとかの話ばっかりしてる。でその私の知り合いの人の店が店一つ起こしてる話に全然入っていけないし、入ってきたことなかったけど、こうなってんのねっていう。でこういうそういう人たちの世界っていうのはコミュニティ、コミュニティっていうのはあれですよ、シャッター街になっても全然影響を受けないんですよ。でそういう人たちは子どもの進学とか投資とかについては絶えず情報交換してつながってるわけです、いいかどうかは知りませんよ。関係ない人間にとってもムカつくってムカつきますよね。共同体っていうのはね、そういうふうな形でシャッター街ぐらいになったからじゃ全然影響はされないんですよ。で、そういうのは地元、今のは地元っていう地元つながりですけど、学校つながりっていうのもやっぱり相当強いし、その2つは密接に絡み合ってます。でそのいい証拠っていうのがこの間新聞に出ましたけど、朝日新聞の9月28日の高橋健一郎先生の論壇辞表ですね。高橋健一郎って人は私はっきり言って嫌いです。あの人の各小説は面白いと思ったら一度もないし、あの人の評論や価値観というのがいいと思ったこともほとんどないです。全くじゃないですよね。たまにはババじゃなくて、たまにはいいこと言うのね。この人のひょっこりひょうたん自慢論はすごく良かったです。で今回尖閣とか竹島の問題についてどうでもいい、ほとんどくれてやれってなってる。でこれも私は賛成はしませんけど、勇気ある発言として、またある私は理はあると思います。この時期にこれを言った勇気っていうのは私は評価します。でもですね、今回面白かったのはすごい端っこのところで、この人としては困ったもんだよね、と良くないよねって言ったところは、私としてはこれはなかなか希望があるじゃんと思ったところなんですけど、まさにいじめの問題について、言及しておりまして、内藤麻生先生の理論を紹介しています。で、クラスっていうのはなくさなければ、なくせばいじめは減るんだというふうな、さっき私が言ったことをちゃんと朝日新聞で高橋先生も言ってます。でそこだから先が面白いんですね。でそういうふうな試みをしている学校、フリースクールではないのかな、
学校っていうのはあるんだ、クラスのない学校っていうのを試みてるのがあるんだ、でそういうのについてそういうのが広がっていくのかちょっと広がっていかない、で文化省とかが昔の文部省ですね、そんな学校はやっぱり実験校ならいいけどそれ以上は困るよって上から規制してるのかってそうじゃないんだ、文化省官僚はむしろあ面白い試みじゃないか他でもやったないからもっと頑張ってくれっていう形でむしろ応援してるらしいんだってことです。じゃあなんで広がらないのかっていうと現場の教師や、自治体が抵抗するんだ、地元の教育委員会とか、教師、日教組とかもそうですよね、そういうのが抵抗するんだ、そんな全く新しいことをやられたんじゃたまんないって言って、みんな抵抗するんだ、で場合によってはさらに PTA とかその辺の地域もそれに加わるでしょう、だから実は現場の反対でことは進まない、これ逆に言うと現場はやっぱり共同体的学校を必要としてるってことなんですよ。で私はさらに今のその、高度成長が終わりさらに新自由主義の夢というのも、霞と消えた霧と霞と消えた現在成長しない日本においてはむしろ学校を中心とする共同体みたいなものこそそういうふうな普通の人たちにとっての頼みの綱だから、だからわけのわかんないことされたらしかもこういう新自由主義の人は一番困るよということだと思います。で高橋源氏って人がやっぱりバカじゃないのは僕たち自身の中に変化を拒む何かが存在しているのだってことで、文章を書いてることです。でこれすなわちやっぱり共同体は健在だよってことでしょ。でそれは高橋先生は煙ったりだし私も個人としては大嫌いです。でもこの国の社会っていうのはある安定と大多数の人たちマジョリティっていうのの幸せっていうのを最低限のところで結持ちするためにはこれがなかったらもっと困るでしょう。でこれは私は非常に心強いなというふうに思ったんですけど、だからフランス人というのは、頭は左翼心は資本主義というふうによく言われます、ミッテラン政権が80年代でできてフランスで社会党が政権を取った時にパリの街ではもう学生からおっさんまでがみんな街頭に出てミッテランミッテランブラボーミッテランって大に盛り上がって、で次の一夜明けた朝何したか国境の検問所が車がガラッと来て検問所がもうずっと大渋滞になっちゃって、何かっていうと万一ミッテラン政権が資本を国有化とか始めたら重税かけられたらたまんねえよって言って貯金を全部スペインとかスイスとかに移そうっていうフランス人でいっぱいになっちゃったんですね。多分同じ人だったと思います、で日本人は頭と心は脱原発で脱学校脱いじめかもしれない、でも財布と胃袋の方っていうのは世間の中にどっぷり使ってやっぱり生きてるんだなということをこれで改めて思いましたけど、日経新聞で入刊に地域の力を学校に流入させる、地元のおっさんとか何かの、定年になって暇になったおじいさんとかをボランティアに使って学校の警備とかあるいはただ警備じゃなくて事業参観とかを割と自由にしてもらって学校の中に地域の人を入れちゃう、今まで聖域でシャットアウトして入れる、そういうことにすることでいじめやそういうのを減らすことにもつなげていきたいって試みが始まってくるというんです。こっちの方っていうのは結構リアルな何かかもしれません。まさに学校空間っていうのがそこで亀裂入るわけでしょ。クラス解体するのは大変ですけれども地元のおっさんが入ってきちゃうっていうのはこれはもっと簡単な形で亀裂入るでしょう。その辺っていうのも何ていうのかな、宮田先生や、内藤先生や、宇野先生の議論っていうのも議論としてはこれは聞く価値があります。でも果たして現実とぶつかった時どうかなって考える時にその先っていうのがこの辺で出てきてるんじゃないでしょうか。そういう大学が学校のですねコミュニティ的機能共同体的機能ですね、これが学校には厳然としてある。そういうのを減らして学校教習所型につまり何かを学ぶ、ギブアンドテイクで授業料を払う代わりに税金払う代わりに知識とか技能とかを教えてもらう、そういうふうな方に特化していくべきだ。それが内藤先生なんかの意見で、それは確かにいじめた共同体の中で、密接な関係で同じような人間が圧力側の中に押し込まれるようにして、いじめなきゃいけないから起こるっていうのはエスカレートするですね。
ですから、確かに教習所にすればなくならないにしても減るでしょう。でも今私が解説しましたように、今の成長しない日本というところでは、共同体がむしろみんなに需要されている。で、学校共同体みたいなものというのもその中ではむしろ希望になってくるじゃんじゃないか、そういうふうなカウンター、オピニオンを今出してみたわけです。で、いじめ談義の方でもそういう側に立っている論者というのは、いらっしゃいます。で、この森口明っていう先生がそうですね。で、この人はなかなか得意な経歴の人で、都庁の東京都のお役人さん、公務員さんらしいんだけど、教育の方の行政をやってるらしくて、出向で、先生をやった経験もある、現場の経験もある、そういう人ですね。で、なんていうのかな、内藤先生なんかの、理論学問っていうのを、ちゃんとフォローして、消化されてる。しかしネオリベラリズム的な、今ずっと紹介してきました、宮台内藤宇野路線の、ネオリベラリズムの路線とは正反対の立場に立ってる。それは非常に興味深い人です。ネット上の情報ですから本当かどうか知りませんけど、本当じゃなかったら誹謗中傷になるかもしれないけど、日の丸聖唱で、大阪とは違って歌わせないでみんなで聞くと、いうふうな卒業式を取った、高校に出向し教師として出向された時に一人だけ起立して日の丸歌われた、そうですから、本当だとしたらなかなか面白い人ですね、この人ね。で、この人はですね、その内藤先生の理論や、あるいは同じようにいじめについての社会学的モデルを作っている、藤田秀則という先生のモデルを取り込んだ上で、さらにスクールカーストっていう状況をピックアップしています。で、これはですね、さっきの宇野恒博、先生が学校ものの、サブカル学園ドラマとかですね、でそういうのを取り上げるときによくやっぱり引用したりする概念ですけれども、スクールカースト、カーストはインドの身分制度のカーストから取ったんだけど、学校の中、クラスの中にある種の身分が自然にできる、クラスのリーダーシップを取る、昔の学級委員とか優等生とかではなくて、なんていうのかな、スポーツができて、今でいうリア充ですね、で、ブイブイ言わせて、クラスを仕切るような、そういうふうな上級カーストと、でそれといじめられないまでもいじめられるとしたらこいつらっていう、地味でみんなからちょっと遠ざけられちゃってる、あるいはみんなに馬鹿にされちゃってる、そんなような連中の下級カースト、オタクなんかは大体そっちに行くと言われてます。で、どちらでもない一般人という中間カースト、それに分かれるというふうなことが言われてます。で、実際それは あるでしょう。ただ中学だったら昔からあった、でも高校だったら私なんかの頃あったかっていうと全くなくはなかったけど、そうでもなかった気がします。で、どうしてかっていうと、昔はあれですね、偏差値の輪切りっていうのがあるから、そんなに違う人間っていうのが一つの高校に来にくいんですよ。で、下の方の高校だったら無気力かヤンキーですから、それが分かれるってあるけど、でも上上中下になるかっていうとね、で新学校だったら、新学校でももちろん派手なやつ地味なやつはいますけど、でもみんなどっかで優等生臭を帯びてるとかね、上昇志向があるとかね、なるからそんなに分かんないんですよ。で、ところが今は少子化でしょ。で、高校とかもどんどん併合されたり廃校になったりしてる時代でしょ。だから一つの学校の中で、偏差値の幅っていうのが広がってるってあるかもしれない。で、それでですね、そうなる前の段階で高校生が非常に多かった時、つまり団塊ジュニアと言われる層が高校生だった80年代の半ばぐらいにですね、よく聞いたのが、新設校っていうのは問題がすごく多い、新設校は荒れてる場合もあるし、荒れなくてもなんかすごく閉鎖的になっちゃう生徒とか登校拒否児とか、そういう形の問題が非常に起こりやすいんだって聞いたことがあります。もちろん印象論ですから統計的に正しいかは知りません。でも何となく分かりましたね。どうしてかっていうと、団塊ジュニアでいきなり同世代の人数が増えたもんで、高校をどんどん新設しました。その頃バブルの前夜ですし、日本はそれくらいの金がいっぱいありました。
でいわばあの受験で失敗させないように高校を増やそうっていうふうにした。で新設校がまだ偏差値が決まりません。なんとなく分かるけど決まりません。まだ進学校になるのかヤンキー校になるのかって分かんないんです。でそこでですね、いろんな中学生が入ってきちゃう。そうすると新設校ではごっちゃ混ぜのカオス状態になって、でその辺で初めてスクールカーストってでき始めたんじゃないかって私は仮説を持ってます。で今ではあの少子化によるあの偏差値ある学校の中での偏差値幅の拡大によってスクールカーストが非常にできやすくなってるっていうのがあるでしょう。今から20年ぐらい前 の1995年オウム真理教事件の年ですね、宝島サーティーっていう雑誌ですね、これですね、私なんかも書いてた懐かしい雑誌で2年間か3年間しか続かなかったけど、今読んでもあの、面白いなと思うようなインタビューとか論考とかが載ってます。その中で当時プロ教師の会っていうのを作って、戦後民主主義のきれいごとを廃して、子どもと学校のリアルなところを見つめた上でまさにいじめとかいろんな問題を考えていこうというふうなあのいわば評論家的な教師集団がおりまして、諏訪哲司っていう先生が中心にいました。その諏訪哲司さんがにあのやはりいじめは必要だというかなりショッキングなスリリングなタイトル のインタビューが、ロングインタビューが載ってるわけです。でまさにこれはあれですね、あの大川地京照君事件の流れだったんですかね。で、このそれでもいじめは必要だというあのインタビューの中でですね、諏訪哲司先生は彼はこの時ある女子校の、先生だったようですけど、自分とこのクラス見ても派手な子3分の1、自閉的な子3分の1、普通の子3分の1、って感じだったと。これはスクールカーストに対する非常に早い、なんとかな指摘ですね。だからこの頃はあったから明らかにあったのかなというような思います。最近ではですね、あの霧島部活辞めるんだってよっていう小説が浅井亮さん、高校生作家としてデビューして早稲田大学に入って今度就職されたようですけど、この浅井亮さんの霧島部活辞めるんだってよって小説がスクールカーストを見事に描いた小説として話題になりました。また映画化になされてそれでまた話題になりましたね。でこれではあのまさにリア充の、ルックスも良くて、彼氏や彼女がいて、でスポーツとかでもブイブイ言わせてる連中というのがあの派手に出てくる。でそれの正反対 の連中としてオタクな連中が出てくる。映画研究会で映画を撮ることに夢中になってる。いじめたれたりはしてません。あの確かにリア充の連中に比べるとバカにされてるって感じなんだけど、彼らは彼らで一生懸命映画撮って自分の夢中 のなってるオタク的な世界に住んでる。でもはっきりと両者は住み分けられてるというのを描く、そんな小説です。映画オタの連中は映画秘宝とか大事そうに読んでたりするんですね。そこで面白いのはあのこれはリア充のスクールカーストが上の方の連中っていうのは実は相当寂しがり屋で不安な状況にいるっていうのを描いたっていうところが面白いんだと私は思います。まあ、いろんな呼び方できるでしょうけど、この霧島っていうやつっていうのは最初から最後まで出てこないんですね。で霧島っていうのはそのリア充のスクールカーストのトップにいるいわば王様でして、バレー部のエースで、学校を代表するようなヒーローです。で、モデルみたいな可愛い彼女がいる。で、みんなから、尊敬され、好かれて、学校の中のトップ中のトップなんです。でもこのタイトルにあるようにこの霧島が部活を辞める、バレー部を辞める、彼がエースであって学校を支えているバレー部を辞めるということになって、その動揺がわっと走ります。で霧島は最初から最後まで出てこなくて学校にも来なくなっちゃってるらしくて、なんで辞めるか全く分かりません。で周りの連中はいろいろ推測します。でも彼女すら全然連絡がなくなっちゃったとなります。でそれによってその上スクールカーストの上の方であるいは支配階級、学校の貴族階級の連中っていうのはみんな動揺してグタグタになってっちゃうんですね。でどうしてかっていうとその連中とは実は自分がないんです。彼氏彼女がいて、イケメンの綺麗可愛い彼女がいて、スポーツとかでも明らかに上の方でっていうので自分たち支えてただけです。でしかもさらに言うとクラスの中のトップ、学校の中のヒーロー中のヒーローの霧島との距離ですね、霧島の彼女だとか霧島の彼女の友達とか霧島の、いつも話している友達とか霧島と部活が一緒とかいうふうな霧島との距離でみんな自分を保てたんです。
だから自分がない。で霧島はどうやら自分があったらしい。だから突然辞めちゃうんです。でこれでみんな大パニックっていうね、そういうお話で、でさっき言ったスクールカーストの下の方の、英検の連中はしかしそんな影響を当然とか全く受けない。でその対比の状態がなかなか面白い、まあ、小説であり映画でした。現実も実はブイブイ言わせてる連中っていうのはこんなもんなのかもしれません。今の自民党や民主党の同僚とか見て思いませんでしょうか。橋本部活辞めるんだってよと、いや橋本政治辞めるんだってよと、そういうふうな二次創作誰かに書いてもらいたいと思っておりますけれども、そういうふうなスクールカーストを、導入するとですね、いじめの問題っていうのがまたいろいろと見えてくるというふうに、森口先生は言います。あんまり深入りしませんので薄い本なんで新潮新書を、読んでいってください。でそれは例えばクラス全体いじめですね。いじめっていうのはさっきも言ったように一部の小グループでエスカレートしていくわけなんですけど、それをさらにクラス全体が後押しする場合っていうのがある。でそれはスクールカーストの下の方の連中っていうのがその自分の分際っていうのをわきまえないで目立つ、しゃしゃれ出てくる。それでクラス全体のさっきの内藤先生が言うようなノリですね、ノリっていうのを乱すようになる。でそうすると、グループいじめとよりもクラス全体いじめに、なっていくと、いうことですね。その辺でそれぞれのスクールカーストを逸脱しない、だから下だからいじめられるわけじゃないんです。下なのにしゃしゃい出てくると全体の場が乱る。でいじめのターゲットとしてもみんな見てみるふりするか、あるいはいじめる側を応援してしまう。その辺がなかなかこの森口先生の本を書くとまたリアルに、読めてきます。その上でですね、この森口先生は内藤先生と袂を分かちます。内藤先生は学校は教習所型になっていくべきで、今の共同的な学校は長期的には解体されていくべきだという意見ですけど、森口先生は学校の共同体性というのはむしろこれから、充実させていかなくちゃいけないというふうに言います。でじゃあいじめはどうなんだっていうと、そこで、いじめはいけないっていうのをいわば武士道の倫理として、ここに導入してこなきゃいけないというふうに言います。武士道かよっていうけど、この辺は武士道かよって言われることをこの森口先生は多分意識してわざとやってますね。なんでかっていうと人権みんな平等なんだ、というふうに言うと、まあ、さっき言ったいじめられる悪い、気持ちを分かるとかね、そういうことになってきますね。どんどん現実から有利して話が上滑りしてきます。ですから人権というみんな平等だっていうフィクションはあまりリアリティがなくて使えないって言ってるんです。スクールカーストってことを考えても常駐下はあるんだ。でも常駐下があっても下でも楽しく生きてもいいし、あるルールを守るならば、いくらでもいろんなことができると。まあそれに高校だけの話ですしね。さっきの映画では最後のところでリア充のやつがその英検の連中を一瞬だけで認める、お前は将来映画監督っていうような形でちょっと認める、そこでそのスクールカーストが一瞬揺らぐというふうな話になってるわけですけど、だから人権っていうのをやってみんな平等だったら何も始まらないわけです。でそれに対して武士道っていうのはこれはもちろんフィクションである。でも人権っていうフィクションよりもこっちの方が使えるかもしれないよ、というあたりで森口先生はギラッと思想的知性のようなものを覗かせます。でも薄い本ですし、彼の言う武士道ってのはどういうものかっていうのはあんまり分かりませんけどね、でもこういう人がいるっていうのはなかなか面白いことだと思います。で現実的な解決としてはですね、ところまであまり踏み込みません。警察介入、警察が介入するってのは学校はすごく嫌がります。それはよくわかるんだけど、学校共同体が乱れるからってことでよくわかるんだけど、ある程度は警察介入をちゃんと認めなきゃいけない。そのためには線引きをどうするかっていうのをこの、武士道共同体というのはどこまで、内部での解決が許されるのかという感じで考えていくべきだというふうなことを、おっしゃってますね、森田ですよね。今後の仕事に期待したいと思います。だからいじめについて文百の綺麗事を超えた伝説として、さっき言ったネオリベラリズム派、宮台内藤宇野路線っていうのがあるのに対して、
1枚も2枚も上手でいながらコミュニタリアン派としての森口先生の流れがある、今後の展開みたいなのに期待したいですね。で今回ですね、これちょっと脱線になりますけど、今回のいじめ談義でこれまでと違ったのでいかないけどちょっと目立ったこととして、もうなんていうのかな、あのいじめも自殺にまで追い込むぐらいだったら、まあ、自殺にするのは勝手に知るわけで殺人罪じゃないですけど、お前そろそろ死ねよとか自殺の練習とかだったら、まあ、自殺教唆とか自殺幇助とかに近くなってきますね。でそれに、追い込むくらいの強力な暴力、まあ、骨折ったりとかそれくらい多いし意識不明になった例とかありますからね。それくらいになったらもうこれは明らかに傷害罪、傷害致死とかになってくるわけです。ですから警察力っていうのはもう学校は正規だとか学校の教育に良くないとかいう段階じゃなくて、警察力行使っていうのはもう堂々と考えるべきだというのはこれまでに比べるとだいぶ増えてきたような気がします。で和田秀樹先生なんかはいじめなんて言うなと、もう犯罪なんだと、校内犯罪、学校内犯罪って言うべきだというふうに言ってますね。 ある意味ではその通りです。それまあ今後どうなったか分かりませんけど、今後もやはりこういう割り切りっていうのは進んでいくんじゃないでしょうか。ここに関しても先駆者がいまして、さっきの90年代 の清照君事件の頃に、の記事をいろいろ見てみますと、この間癌で引退された与謝野薫さんですね、自民党から国民新党になったのかな、政治家の、彼はその頃ですね、文化大臣だったのかな、警察力の介入っていうのを堂々とやらなきゃいけないって言ってますね。ある意味では大先駆者かもしれませんね。まあ自殺とかそういうのに対してもうここまでいかなきゃいけない。ばあちゃんの何かけてだったら君死にたおうことなかれと、いうことだったのかもしれません。あきこばあちゃんですね、この人もね。でその辺はちょっと脱線ですけれども、で今後そういうふうなコミュニタリアン型の、いじめ談義みたいのまで出てきたとこからどういうふうになっていくのかということですけれども、この森口先生以降をどういうふうに引き受けていくかという話ですけれども、ネオリベラリズムの側というのはあまり現実性はないだろう、論理としてはシャープだけどリアリティというのはない、日本全体はむしろ逆の方向に進んでいくというふうにさっきから申しております。で、大きな逸脱については警察力介入みたいなものというのもやむを得ないだろうと、いうことですね。でその上で何ができるかですね。で一つ考えられるのはいじめに対するさまざまな言説を非常にリアルというかプラグマティックなところに下ろしていく必要っていうのがある。今やることっていうのはそれなんじゃないかと思います。でそれを邪魔する形で の思想空間、教育思想の空間、そういうのはいろんな形で打破していく、そういうことになってくる。どういうことかというふうに言いますと、その戦後教育の建前ですね、みんな平等だとか、みんな仲良くすべきだとか、いうふうな言説ですね、それらは言っただけでもう全てが上滑りしていってしまう。でさっき言ったようなみんな同じでみんな仲良くすべきでみんな平等だから気持ちを分かるんだ、いじめられる側の痛みや辛さを分かる想像力を持とうなんて言葉にすぐ言っちゃうわけです。なんていうかな、分かってくれる人は必ずいるなんていうのもそうですね。そういうふうな平等主義と慎重主義ですね、そういう形での願望と甘い願望投影っていうのをまず完全に排除。さっきの高島サーティーでの諏訪哲司先生のそれでもいじめは必要だっていうんで、さっきスクールカーストを早くも言ってるって言いましたけど、そこも生徒は平等ではないと、上中下がちゃんとあると、それを踏まえなければいじめもわからんと言ってるんです。そういうふうにまず現実から出発させようということは、これは基本中の基本です。じゃあどうすればいいか、その上でじゃあどうすればいいかを考える、そういうような言説というのも出てきています。まあ私はいじめを本格的に追っかけてはいませんから、私の知らないところでもいろいろあるでしょう。私が知っているところでは中園直樹という作家さんが星空マウスっていう小説を書いてます。他にもこの人はいじめの本とか小説とかも書いてるようですけれども、私はこれしか読んでません。でこれはかなり面白かったっていうか、どこ面白かったというと、小説なんですけど
途中でこの人は小説をやめちゃって、ここから先はいじめについて真面目に取り組む人は読まないでほしいとかいきなり言った先生、何なんだ。で、ハッピーエンドじゃないんです。最後に悲劇で終わる。で、小説としてはそれが必然だし、悲劇で終わる小説もちろん全然悪くないんですけれども、実はこの人は小説、悲劇で終わる小説を完成させたいっていうと同時に、いじめに対する提言というか、いじめに対する解決のノウハウもその小説で提示したかったみたいなんですね。そのためにはここまでで止めてほしいと、そこまでにそのノウハウ書いてある。で、だったらそんな失敗する小説になんで書くんだって言うんだけど、そこがこの人の面白いところですね。欲張りというか、いじめ小説っていうのは少しは私読みましたけれども、なんていうのかな、文学的にはともかくなんていうか、実際的なプラグマティックな意味は役には立たないなっていうのもありました。川上美恵子さんのヘブンっていう小説は一時評判になりましたね。読んでみたら最初の方のいじめの場面とかはなかなかリアリティあって迫力あって面白かったですね。でも後半やっぱり純文学になっちゃって、文学的には意味あるのかもしれないけど、ちょっと現実のいじめの構造がこれで見えてくるとか、こうすれば小説自身が平気で終わる人もこうすれば現実にはなんとかなるのかって、そういうヒントは後半は全然なかったと私的には思います。あとあれ、雨宮佳人さんの友達系っていう薄い小説がありまして、これも文学的にはすごい見事なものだと思います。私の好みから言ったら、ヘブンよりも友達系の方が文学的に上に思いますね。雨宮っていう人は一部の編集者に昔から投目されてて、文章天才なんじゃないか、絶対芥川賞を取らせなきゃって言ったんだけど、半角差闘争の方行っちゃいましたね。彼女自身が選択ですけれども、でもなんか日本文学は巨大な才能を失ったかもしれないなと、私なんか友達系とか呼ぶと思います。でも、現実の解決とか現実のいじめ問題についてのある構造が見えてくる、小説の形に見えてくるってことはなかったです。その辺やっぱり真実とは違います。で、真実って小説は私はやっぱり文学的には落ちると思います。でもですね、役には立ちますね。で、エンターテインメントとしては完成しています。で、他でもなんていうのかな、やっぱり高校生作家で鬼頭氏っていう人の理は目より100倍恐ろしいって小説を読んだことがあります。理っていうのはいじりで、目は一目です。まあ私ながらみたいな人生を見ると同じじゃないかと思うんだけど、そこが微妙に違う高校生たちの話で、基本的にいじめ小説です。それもですね、エンタメとしてよくできていて、結構構造が見えた。で、解決が見事にそこから導き出されはしないけれども、なんか解決のヒントもその気になって呼べば見えるような気がしました。だからなんていうのかな、たまたま男女で別れましたけど、女流作家がいじめを扱うと、なんていうのかな、文学的な感性の方に行っちゃって、男性作家というかどちらもエンタメですけどね、エンタメ系男性作家だとむしろある構造がプラグマティックに役に立ちそうなある構造が浮かび上がるっていうのが、ある気がしたけど、数編読んだだけですからね、何とも言いません。で、この中園先生のこの星空マウスっていう小説は、これは役に立ちますね。で、まさに戦後民主主義の下での、建前っていうのを真に受ける優等生ですね。利己主義はダメだとか、見て見ぬふりっていうのはいじめの加担者になるだけ。こういうふうな正義感というのは戦後民主主義の、個人尊重、人権尊重、平等主義、なんていうのと親和しています。で、こういうのっていうのは真に受けるとやばいんですね。2年ぐらい前ですか、親にいつもいじめを傍観したら加害者と同じだよって言われてた子が、止めて逆にいじめられて自殺しちゃったのがありますね。で、これにつつも本当に不器用なんだな、親も子供も不器用だったんだなっていうか、建前っていうのを信じちゃう優等生なんだなと思いますけど、そういう悲劇っていうのは、まず建前は建前なんだよっていうことを知的に分かれば回避できると思うんです、かなり。で、この質のマスはそれを言ってるんですね。で、勉強が好きで真面目で責任感がある、そういうようなやつっていうのがいかにいじめ被害者になりやすいかっていうのを書いてます。で、それに対してなんかあれ留年だかして編入してきた高校生なんだけど、1歳か2歳年上の兄貴分みたいなのが来て、それがまず彼を救います。その救い方っていうのもすごく見事ですね。で、どういうところが見事かっていうふうに言うと、だから第
三者として傍観視点じゃ加害者と同じだって言うでしょ。でそれとじゃあどうすればいいの。それで正義感が強いといじめやめろよとかお前何してんだよというような感じでいじめの現場っていうのに介入してやめさせようとしたりすると思うでしょ。それじゃダメなんですよ。それじゃお前何かっこつけてんのお前何様ってような感じでいじめられて当然とは言わないけどそうなるでしょ。でじゃあどうせそうもしいじめられてるやつを助けたいと思ったらどうすればいいのか、まあ、厳密には難しいけど総論的なノウハウを言いますとさっきの中井先生の図式です。まず孤立化がある。孤立化がの根回しが終わると次に、無力化透明化がエスカレートしてくる。で第三者が介入するとしたら孤立化だけなんです。だから孤立化させない。でこれの場合はですこの星座マウスの中の例もですねもう無力化とか透明化が進んでんだけどいじめやめろとは言いません。そのいじめられてるやつとすごいずつ友達になってくるんです。でその、友達になってくヒーローは、年上だし結構なんて押し出しが良くて、能力もあるやつです。でそれがでもいじめやめろなんて一言も言いません。友達になってくるんです。でだからいじめの側としても簡単にいじめは続けられなくなってくるんですね。でなんとなくそれでもまあ、その露骨に暴力でいじめるやつと単純なやつとそれと陰湿にメンタルの形で友達だよなって言いながらじわじわいじめていく2人の加害者が出てきます。でいじめる暴力的にいじめる方は単純だからあこれはなんかうまくいかないわって感じで離れてきます。で陰湿な方はそれでもしつこいんですね。なんとかつながりを維持していくと。それに対してその兄貴分が言うにお前何いつもストーカーって言うんです。でそういうような感じでいくとさすがにスムースも引き下がらざるを得ない。そういうふうにまずその孤立化を解く、これっていうのが実は一番有効なやり方なんですね。でその上でこのいじめられてるやつのターゲット適性つまり勉強好き真面目責任感ありの融通の利かなさみたいなものを是正していきます。つまり悪にする、悪にもなれるようにするわけです。こういうのをちゃんと書いてくってすごいですね。だから例えばあれですね仮面としてでいい別に本当に悪にならなくてもいい。でもそういうふうな連中と一緒にノリを共有できる、演技ができればいいんだと。そのためには必要な怒り必要な笑い女好きを学ぶ、そういう連中がいる現場系のところでバイトすればその中で人気者がいる。でそれはどういう時起こるだろうか、どういう時はどんまいどんまいだろうか、どういう時にどういうふうに人を笑わせるだろうか。で、大体男だったら女好き、ということの共有と話題っていうのがある。それはどういうふうに出すだろうか、これを学べよってことですね。リアルですね。だから別に悪になっちゃなくてもいいんです。でもまあ勉強が好きだとかそういうのはそういうところで出さない方がいいよと、まあ、それはそうですよね。でも勉強やめなくてもいいんです別に。この辺の基本の基本をちゃんと書いてるっていうのがこの小説ってすごいなと思いました。つまりいい子がいい子でない、ところに行っても、なんとか対応ができ対応適用ができるような表層的ノウハウ、ここだけでも随分違うよと言ってるんです。これはですね専門主義の建前っていうのがあってもいいけど、でもそれは建前だよ、本音のところでは弱肉強食だよ、あるいは長いものに巻かれようだよっていうことを誰かが教えてくれたら随分いろんな人が救われるんじゃないかと思うんですよ。昔は誰もが教えたんです。優等生を育てようとする優等生を育てて偏差値を高めていい大学に行かせようとする親でも時々そういうこと話はしましたよ。で今でもする親も多いと思うんだけど、中には、うん、まあ知らないけど親子で鑑定前とか言っちゃう人はどうなのか知りませんけど、そういうのが全然出てこない家庭まま育っちゃったっているんじゃないかと。そりゃいじめる側にとっちゃ格好のターゲットだと思いますね。じゃあどうすればいいかって教えてくれるのはここなんです。ちょっと思い出したのがクリント・イーストウッド監督主演のグラントリノっていう名画がありますけれども、あれはですねアジア系のまさにアメリカ社会の中でカーストが一番下で、でガキ同士の間でもスラムのガキ同士だといじめられてるやつをイーストウッドの元フォード の現場の技師だったじいさんが救う話ですね。救って育てていく話ですね。でその中で男同士の話っていうのを教えてやろうってところなんですね。要するに現場の労働者の中での歪談とかそういうのですとか冗談ジョークとかです。
で、そういうのをまず押さえれば入っていけるんだ。で、これですね、こういうのがまず始まんなくちゃいけないんじゃないかというふうに思います。で、そういうことを言ってる人ってのは時々います。朝日新聞のいろんな指揮者にコラムを書いてもらうのとある中で、西原理恵子さんがですね、漫画の僕んちとかのね、嘘が大事だ、これからも上手に嘘をついて生きていけばいいんだってことを言ってます。で、この嘘っていうのはまさにこれでしょう。建前と本音っていうのをちゃんと分かって、建前は建前に過ぎないってことをちゃんと理解しよう。で、建前はいらないってわけじゃないんです。それがうまく使い分けられるようになって、なんですかね、もういじめられるようなこともない、さっき言ったような兄貴分みたいな存在になれば、堂々と正義っていうのを押し出すってこともできるわけです。でも正義のためには力がいるんですね。正義、その力っていうのは腕力とかではなくて、だからいじめられて、なんですかね、武道を始めるとかいう人もいるわけです。まあ、何にもしないよりは意味あるかもしれないけど、そういうのをやってるだけでお前あたふた自信がないんだなって見抜かれておしまいです。それよりもまず孤立化を解くってことです。で、そこで、みんなにそれなりの人間と認められるようになったら、その上で正義を掲げ始めるってこともそれありでしょう。でも順序が違うんです。順序間違えたらひどい目に遭うんです。正義を掲げてるっていうのはいじめられるとか、このターゲットになっちゃうんです。マーキングされちゃうんです。その点でですね、今回 の、 いじめ談義の、バーニング炎上の中で、朝日新聞で紹介されたいじめと戦おうっていう本があります。で、そのポイントのところが、新聞でも予約されたんですけど、いくつか脱いじめ、いじめられっ子が脱いじめするためのノウハウを書いてあります。で、笑っちゃうのも多かったです。笑顔が作れるようになろうとか、そんなのもあって、どうかな、やは逆効果だろうと私は思ったんだけど、ただ2点だけすごいのが、すごいっていうのは、これは正しいってのがあった。影の実力者をたどろ、頼ろう。これどういうことかっていうと、クラスの中で影の実力者がいる。まあ、なんとかそのさっきのリア充のスクールカーストの上の方の連中で、番長的なリーダーもいるかもしれない、学級委員的なリーダーもいるかもしれない。で、そいつだと被るかもしれないし、被んないかもしれないけど、実はクラス全体を見てて、表面的なことにはとか、人にの大きな流れ、空気には流されない、空気をちゃんと読みながら決して流されない、そういうやつっているわけです。で、そういうやつとつながろう、何らかの形でそういうやつと友達になろう、そうすればいざって時に孤立化は多分される。孤立化させようとしても、そいつが受けばそこでバシッと切断されるわけです。これはこの孤立化の話、中井久夫先生のいじめの政治学について、昔ある学校大学で講義した時に後で言ってきたやついますね。自分もいじめのターゲットになって、孤立化が始まったことあったけど、そのクラスの中で割と人望のあるやつと知り合いだったから、そいつが何って言っただけで止まったと。この、影という実力者はこれリアルです。で、次にシカト崩し、これもリアルですね。同じことですから、これはですね、いじめられてるやつがいる、で、クラス全体もそのいじめを放っておく。で、そういう時にどうせばいじめをさせることができるか、さっき言ったことの繰り返しですけど、お前やめろよ、なんでそいつがいじめられんだよ、なんて言ったら逆効果です。どうすればいいかっていうと、孤立化を解くんです。それがシカト崩しです。だからさっきの悪のルールっていうのも知る、建前じゃない、さっきのなんですかね、怒り、笑い、女好きみたいのを身につけるっていうのが、いわば無力化、透明化の方から脱する、内面からの解決だとすると、この影の実力者をたるシカト崩しっていうのは、孤立化をへ の、 孤立化を、外す、そっちですね。で、シカト崩しっていうのは、なんとかいじめやめろよとか言うんじゃなくて、友達になる、お前あいつと口聞くのかよなんて言われるかもしれない、つい口聞いちゃったって感じで、あるいはそのメインでいじめてるやつはいないところで、なんとなく話しかけて、なんとなく物を貸し借りして、なんとなく友達になっちゃう、そういうふうにして亀裂を入れてくる、そういうことです。で、これも極めて、リアルですね。ですからさっきも言ったように、やっぱり中井久夫先生の図式っていうのはすごく使えるわけです。内面、本人の内面の方だったら無力化、透明化っていうのをどういうふうに崩すか、
これが骨髄のマウスやさらにさっきのですね、神智の教えなわけです。でそれに対して今のこのいじめと戦おうの方の教えっていうのはもっと根本的な孤立化の方をどういうふうに外し戦うか、これです。そういうふうなことと、あるいはあまりに過剰になったのは警察力を壊滅させる、そういうことで、学校の聖域っていうのがなくなり、また学校の理論的精神的思想的聖域である戦後民主主義的な建前っていうものも崩す、でこれで日本の近代的学校、まあ、戦後的学校ってやつですね、というものが少しずつひび割れていくということが始まるんじゃないかということです。でその上でですね、今度少子高齢化していきますね、そうするとどうなるのかまだもちろん分かりませんけど、さっき言ったようにスクールカーストができたってことが少子高齢化の一つの表れです。でさらに言うと、各クラスが30人とか25人とかになっていく時代っていうのも来るかもしれない。でそうなりますと、ずっとね、日本の教育界の悲願ですね、担任が一人一人の生徒に目が届くように少人数学級、そんなの財政的に無理だったわけです。でも意欲なく人口が減ってきたらそうなってくるでしょう。そうなることによって事態はちょっとずつ違っていく可能性っていうのはあります。場合によっては、さっきの宮台内藤の路線のネオリベラリズム的な学校っていうのも全然違うところから可能性は出てくるかもしれません。でもやっぱり日本の、子どもたちも大人たちも共同体が欲しいから、さっきの森口明路線のところが有効かもしれません。それがこれからどうなるかというふうなところですね。一つはね、この辺についてですね、90年代の京都君自殺いじめ事件、いじめ自殺事件の時のですね、浅田彰氏のコメントの中でちらっと面白いことがある。何とかしたいんだったら教員を倍の数を倍にして給料を倍にしなさいってちらっと言ってるわけです。それしかないですよ。その通りです。そういうようなところにお金をかける、でもお金をかけたくないってことはそこまでみんないじめ退治に本気ではないんでしょう。で最後にですね、そういうふうな状況に我々はいるわけですけど、最後に一番最初に、問題提起しました、いじめ談義の炎上っていうのが数年から10年に1回大いに盛り上がる、いじめ祭りがメディアを全体で大騒ぎになる。でまたさーっと冷めていく。で、20年前に朝日新聞の社説そのものが指摘しましたし、6年ほど前に内藤浅夫先生は呆れ果て、で、今年斉藤珠樹先生も呆れ果て、同じように呆れ果てて呆れ果てるのまでもループしているわけです。これをどう見るかってことですね。でこれについては私はそれはいいとは言わないけど、そういうもののまま絶対これは変わらないまま今後も続くだろうとそう思ってます。でちょっと内藤先生や斉藤珠樹先生と事実認識は全く変わらないんだけど、ちょっと違う角度からの感想を持ってます。それはどういうことかって言いますと、これは日本人の大好きなお祭りなんだということです。日本人はみんな日常をいじめたりいじめられたりしてます。でもさっき言ったような建前と本音っていうのの違いはよく分かってるし、本音の世界での交わし方も知ってるから、そんなに死なないし、そんなに過剰にもならないわけです。だからあれですね、子供をどうすればいじめられなくて済むか、どうすればいじめ、の方に行かなくて済むかって言うんだけど、そういう人にとってはまず建前じゃなくて本音を教えるべきですね。うまく立ち回れ、空気を読め、でその中で突出したり外れたりするな。でもその中で実力をつければ空気を読んだ上で、あえて空気に乗らないとか、空気を読んだ上でさらにそれを超えるとかって上級コースもいずれできるこなせるようになる。でとりあえずそのところでは、実力がない時には空気を読んでそれに乗っていくっていう段階は仕方ないんだってことですね。これをちゃんと言うってことです。でみんなそういうのがね、でもそれってやっぱりストレスたまります。だからさっきのネオリベラリズム的な形でいじめのない社会にしようっていうのも夢としてある程度支持を受けるわけです。でもですね、日本は古来ね、別の形でのねストレス発散方法を持ってた。それはどういうことかっていうと、いじめに対するデスペレートな、カタストロフィーテック的な無茶苦茶な破壊ですね、全破壊ですね、そういうフィクションというか神話的フィクションですね、それを日本人は持ってて、それにやんやんやんやと喝采した。
いじめの神話っていうのが、いじめで盛り上がるっていうのは昔からなんです。どういうことかっていうと、忠臣蔵ですね。忠臣蔵は現実の事件ですけれども、現実の事件はよく分かってません。 何が原因なのか、浅野匠守って人は単に若くて切れちゃった、精神的にちょっとメンヘラがひどかった殿様らしい、むしろ最近の歴史学では、通説に近いです。でもお話の世界では、日本の神話の世界では全然別のものになってますね。吉良上野介という非常に陰湿な、殿様がいて、それが若造 の後輩の浅野匠守、部下と後輩にあたるような浅野匠守を執拗にいじめる、これでもかこれでもかと、いじめる、それでついに浅野匠守はぶち切れて、吉良上野介を、切ってしまう、重なる怨念覚悟って形で切ってしまう。で切っちゃえば、切り殺しちゃえばよかったんだけど、切り殺しちゃえば彼も切腹でよかったんだけど、でも生き残ってしまう、電柱でござる電柱でござると止めた人がいたので生き残ってしまう。でそれで浅野匠守だけ切腹、吉良上野介の石吉良上野介の方の船じゃ船じゃ船侍じゃっていういじめはおとがめなし。でそれに起こった、阿公のリストラされた阿公、阿公藩がいわば倒産してリストラされた侍たちっていうのが、念に念を入れた計画でついに吉良上野介の首を、切り落とす。これが忠臣蔵の復讐劇ですね。これが日本人はやたら好きで、毎年毎年暮れになると上映して、で、まあ、歌舞伎になり、映画になり、映画活動写真映画になって、テレビドラマになって、それも数知れずなってるわけです。最近は外国でもアレンジができるようになってる。でこれがなんで日本人こんな好きなのかってことですね。でこれはいじめに対する、復讐だからです。で、日本古来近代以前に王を殺して世界がそこで一つ新たに変わる、革命が起こる、そういうふうな神話ですね。フレイザーの禁止編なんかにある殺され王の神話、この間ちょっと前に亡くなられた丸谷彩一先生が70年代に忠臣蔵とは何かっていう岩波新書を書かれました。当時すごい評判になったんです。これは忠臣蔵はそういうふうないわば神話の劇なんだということを明らかにしたからですね。だから本当にそうなんです。だから必要ないじめがある、ですごい陰湿な加害者が必要ないじめをする、で加害者は正しい、吉良上野介は江戸時代のルールとしては正しいんです。でも細かいところで、いろんな陰湿なものを見えていじめをする、で、我慢に我慢を重ねた末に被害者が切れる、切れて暴発して復讐を遂げる、で復讐を遂げたけど彼はめでたしめでたしにはなんなくて、その復讐の殺人犯として切腹を命じられる、江戸城内で人殺ししたわけですからね。でそれでしかしその後家来たちが見事な復讐を遂げることで世界は何か正義が実現したかのような幻想に一瞬包まれる、小さな世直し感ですね。同じものをもう一つ挙げますと、昭和残響伝っていう1960年代ぐらいにもういっぱい何十作もできた東映の任侠映画の傑作もあります。高倉健さんがヒーローですね。健さんが花田修二郎というヤクザで、ヤクザなんだけど真面目なヤクザである、真面目なヤクザって何だか分かんないですけどフィクションの世界ではいるわけです。でそれが、近代以前の明治大正の共同体とともに生きてたんだけど、新しい新興資本があって現れる、で新興資本が新興暴力団を伴って、古いヤクザの縄張りを犯して、古くからの老舗 のいい旦那さんとかをどんどん侵害してくる、でそれに対してそれしかやり方はすごく合法的なんですね。でそこ の若旦那、遊び好きの若旦那とかうまく籠絡して権利書を奪ってしまうなんていうのが定番ですね。でそれで、どん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 その老舗と真面目な古風なヤクザたちの縄張りを侵害してくる、でいじめにいじめた挙句最後の最後に健さんが、決起するわけですね。で、たった一人敵の本拠に殴り込んでいく、でたった一人、池部亮演ずる風間重吉っていうやつだけがいろんな義理で健さんに従っていく、で二人で、二人でやるよりも復讐するのはみんなで行った方がいいと思うんだけど二人だけで行って、なぜか二人があまりに強くて、悪いやつらはみんなぶったりる、それで観客はカタルシスに浸る。で面白いのは健さんは生き残って帰って、逮捕されます、逮捕されることで終わりです。で風間重吉は必ず死にます。で次の作品ではまた風間重吉って名前でまた出てくるんですけど必ず死にます。池部亮としてはヤクザは大嫌いで、ヤクザ以外は絶対出ない、
これはまあ出ていいけど、その代わり自分の演じるヤクザはいい真面目なヤクザ、正義のヤクザなんだけど、それでも死ぬことにしてくれという条件をつけたそうです。でもこのおかげで、忠臣蔵と同じような、あの復讐は遂げるけど、その主人公は、いじめられた主人公は死ぬというふうな神話的な、いわば犠牲生贄と生贄による世直しという劇になりました。今のいじめ談義が盛り上がる時の、今年のもそうですし、2006年のもそうですし、90年代の岡地キヨテル事件もそうですけど、みんな死んでます、自殺してます、リベンジはしてません。でもしてないけど、その後メディアが盛り上がることであるリベンジ感が盛り上がるわけです。ですからこれは犠牲による世直し幻想、いじめという、普段見ないようにしてきてる、あるいは表に出さないようにしてきてるのが一瞬だけど光を当てない、なんとかしなきゃって一瞬になる、それのカタルシスっていうので、繰り返されるんじゃないか。だから結構これは近代的にいじめ談義がいろいろやるんだけど全然継承しないっていうんじゃなくて、初めから継承するためにやるんじゃなくて、なんかわっとみんなで盛り上がってカタルシスで役を払う、汚れを払う、そういうふうな全近代的な神話的儀礼なんじゃないかと私には思えてきます。とするとこれからもずっと続くでしょうね。とするとニヒリスティックな話になりますけれども、斎藤隆先生ですね、明治大学の先生でいろいろ本を書いてますね。でこの人がですね、例の朝日新聞の指揮者のコメントの中の一人で、いじめられてる君へっていうのを書いてます。でこの文章はですね、基本的に凡庸です。悪くはないですけど、他の多くの人たちが言ってもそんな変わりません。本を読む、読書が好きになって自分の世界を持とうとか、まあ、自分の好きなことを持とうってやつですね。で学校っていうのも逃げたって構わないっていうふうな、そういうふうな普通の、お言葉です。でもただ一つ、ここは声を出して読みたいなというか、ここは三色ボールペンを出してしまいたいかなというふうな二三行がありまして、そこを引用してみました。いじめられてる君へ声を上げよう、まあ、ここは凡庸です。声を上げようって言ったら次にですね、大丈夫、今大津市のいじめ問題が注目されている、この時期だからこそ学校教育委員会文化省はいじめにしっかり対応してくれるはずだって言ったわけです。まあ、これはかなりリアルで、逆に言うと今じゃなかったらダメだよってことですね。この大津市の下の大津の悲惨な事件を無駄にしないためにも、君が受けているいじめを訴えてほしい。当たりからまた普通の文章になっていっちゃいますけど、いじめが時々こういうふうないじめ祭りがあるんだ。でその時にうやむやにされてたのか、泣き寝させられてたのか、その時に蒸し返すことができるかもしれない。あるいはもうちょっと一般論的には、その時に、今まであった議論を、ここであえて蒸し返して並べ直して、一歩でも半歩でも進める、そういういじめ年にしようじゃないか、そういうふうに建設的に受け止めることっていうのも可能なわけです。で近代以前の祭りとか、何年かに一回の大祭みたいなのっていうのは、ある種そういう役割がどっかであったと思うんですね。でそのようにして、何年も何度も何度も同じことをやってるっていうふうに嘆く内藤先生や斎藤珠樹先生の気持ちはよくわかりますけど、いやそういうもんだよ人間はと思いながら、それを生かしていく、それしかないんじゃないかと思います。まあその一環として私も今回ひとまとまり、繰り返される談義の整理というのをしてみました。まあ今日はそれが一通りまとまったところで終わりたいと思います。じゃあ、また次回のライブ、またいつかやりたいと思います。まあそれはあれですね、収録のライブ以上に、いろんなことを、実名を出したり、言えないことを言ったりするようにしていきたいと思いますので、ぜひお暇な方は列席していただけたら幸いです。じゃあ、第3回の